僕らのそれではお待たせいたしました参議院議員、青山茂春の入場です。 皆さん、大きな拍手でお迎えください。 皆さん、こんにちは,はめっちゃ多いやん、本当にたくさんの方に来ていただきまして、甲子園球場を上回るほどのではないけれども、もう本当に会場をきちきちいっぱい、感染症対策ぎりぎりで集まってくださって、皆さん、本当にもう一度ありがとうございます。 まず、今日のパートナーである、そして日本の尊厳と国益を守る会、えー、略称を守る会の同志でもある、山田健代議士をご紹介しますまあ国会でずっと賢ちゃんと呼んでまして、えー、最初、僕や守る会を警戒してた。 ととちゃうかというふうかいふにねまあ西宮という土地柄は、もともといわゆるリベラルの強いところでありますから、そういうこともあるのかなと思うんですけど、山田賢治代議士は、僕はいつも朝8時から参加する自由民主党の国防部会、外交部会を中心に、本当に真面目にやってくる代議士です。 西宮は外交・安全保障に関心が割と高いところだと思いますけれど、なかなか日本ではそれは表にはならないので、まあ、若手の、僕はお世辞言わないので、本当に期待の星として、守る会の中でも、今、とっても大事な立場を務めてもらってます。えー、今日は僕の生まれ故郷の神戸の隣の西宮でありますけれど、 まあ西宮、芦屋、神戸、明石、このあたりは、お嫌かもしれないけど、大体一体ですし、気持ちも共通するし、その中で、やっぱり山田健ちゃんのいるところで、僕らの国会をやりたかったというのが、僕の正直な気持ちです。えー、今日最初、僕の話は短めに、明日の朝5時まで、<laughs> 5時までぐらいにして、 えー、ほんまは何時や、えー、まあ,あ、今1時ですけどね、2時とか2時半ぐらいまでにして、その後山田賢ちゃんと対談というのをやりたいと思います。で、正直なところ、この西の宮を含め、この界隈に来るとですね、えー、僕はどっと気持ちがあんまりいい言い方じゃないけど、緩んでいてですね。 まあ、くつろいでるわけです、本当は。まあ今日に限っては、できれば背広でなく来たかったぐらいなんですよね。えー、僕の気持ちは、今でも兵庫県民です、えー。僕は神戸に生まれまして、えー、実際、えー、青山の家というのは、えー、神戸ではなくて、えー、今、西市って言ってますけど、西市から西脇市にかけての、まあ、繊維会社。 の経営者の一族でありお親父が8人兄弟の末っ子だったそうでそれで神戸支店に修行に出てそこで僕は生まれたんですねで親父は8人兄弟の末っ子なんで地元だからついこういう話しちゃいますけど8人兄弟の末っ子なんで社長になるはずがなかったのが、まあ、上のお兄さん方が僕は会ったことないですけれども なんと、馬から落ちて死んだり、あるいはハーレー・ダビッドソンの大型バイクに乗ってて、川に転落して亡くなったり、なかなか激しいですよね、それからやっぱり戦死される方も出て、8人兄弟の末っ子が社長になることになって、それで、えーまあ、本社、西脇と加西市と両方あって、そちらに戻って、だから僕は、ちっちゃい頃の記憶は、神戸から突然、 えそういうい田舎に連れて行かれまして、えー、本が好きな子供だったんで、え今日はこういう話を中心に、明日の朝5時までというわけじゃないですよ、ちゃんとウクライナの話もしますから、まあ、どうしても地元に帰ると、この兵庫県と僕のつながりは、みんなには理解してもらいたいんで、お話してるんですけど、本が好きな子供なんで、子供だったらそうで、そのまあ、地元の ものすすごい極端に大きな家ですよね、えー、神戸で住んでたのは、中田区のすごく庶民的なところでした。まあ後で聞いた話ですとあの、僕の親父は甘やかされて育ったんで、こういう庶民の生活見ろという意図があったそうですけど、いまだに神戸市中田区出身っていうだけで差別されますけれども、はいまあ、地元の人ならなんとなく分かってもらえるでしょうが、まあ、それで家が大きいのにびっくりし、とりあえず本屋さんはあんのかと。 いいううことを親に聞いたそうですそ隣にあると言われてですね、でまあ、こんな頃ですよね、えー、とことこその道を渡って、その本屋さんに入っていったら、ずっと暗い廊下が続いて、廊下の果てにおばあ様が一人座ってて、本が置いてなくて、びっくりしたんですよね、怖いとも思ったんですよ、これ、本屋なんですよね、つまり本家っていう意味ですよね。はい まあそのショックから始まってるんですよねでその当時は葛西郡ですよね、今は葛西市から姫路市の純真学院の中学高校、この中に卒業生いらっしゃるかもしれませんが、姫路市の中高に通ったので、結局、兵庫県の神戸市と葛西市と、それからちょっとまあ西脇市も父親の会社に行ったりして知ってますよね。それから 姫路は6年間通ったところですから、まあ兵庫県の中で、この摂津播磨の辺りをぐるぐる生きた18年だったわけです。で、えー、大学を受けるときに、えー、僕も末っ子だったんで、僕の場合は上の兄弟健在ですから、後を告げないので、えー、当然東京の大学に親から離れて、えー、違う環境に行こうと思ってたら、 この中で僕の本読んでる人本、本じゃないか、僕の話を何度も聞いた人はご存知のとおり、わが母が、まあ、武家の娘っていう誇り高き母が、お前そこに座れと言われまして、こういう言い方なんですよ、子供に対して。それで正座して座ったらですね、いきなり、お前な、箱根の山の向こうはな、猿しか住んでへんって言ったんですよ。<laughs> つまり、東大と早稲田慶応じゃなくて、京都大学を受けろと。 正直ちょっと兄弟には関心ありましたけど、とにかく親から離れて、えー、違う環境で一人で行きたかったので、えー、僕は母に反論して、じゃあ、内閣総理大臣は猿かって聞いたらですね、おふが、猿 <laughs> に決まってないのか、そのもんと。<laughs> おふは政治家が大嫌いで、えー、僕は母が健在でしたら、立候補するのにまた一つの困難があったんじゃないかと。 思うぐらいい政治家が嫌いでありました、まあ、ちなみに僕はその後負けずに、じゃあ天皇陛下もそうなのかと、いう,うに切り返したら、おふくろもすかさず、アホ陛下は京都におられるんやと、今無理に東京に連れて行かれてるだけやと言われまして、まあ、この心になるほどなと、えー、僕の国家間、歴史観、ね、えー、それはあ今、 母の言葉と割とと割似てるんじゃないかとだから今は、我が神戸界隈を離れて、山田賢治代議士と一緒に、まあ、守る会は今、74人にもなって、そういう同志たちと猿の間で、ね、<laughs> なんとなく猿の惑星っていうね、ハリウッド映画も思い出してしまいますが、なんとなく今日の僕の話は、だんだん吉本興業に近づいてきたので、 この辺で元に戻さないといけないんですけど、まあ、そういうふうに、今日はやっぱり他県からも、他府県からも来てくださってますけど、兵庫県の方が多いんで、今言いました通り、僕にとって兵庫県というのは、全く別格の存在で、ここに入ってきただけで嬉しいです。ちなみに、記者の時代に京都支局におりまして、あの頃つくづく感じたんですけど、皆さんも同じ感覚あるんじゃないかと思うんですが、 そそろそろみんなににじり寄りたいんですけど、あんまり飛び降りる意味ないですね、これぐらいだと、ね、感染症対策に気をつけながらもですね、な,なるべく神戸港を含めて、西宮港っていうのかどうかは知らないけど、みんなのところに入っていきたいんですが、何の話してたか忘れたわ、何の話でしたっ,け <laughs> 何だったか、こっちを忘れました。 みんんな忘れてはるやんかあ京都支局だ、ね、京都市局に行きまして、まあ、共同通信でね、でそこで、えー、次男が生まれたんですけれども、その京都に住んだおかげでよくわかったことがあって、阪急電車でこう、京都から神戸来るでしょ、これ、ほんまの話よ、耳息で言うんじゃなくて、だんだん明るくなるんですよね。 電車の中も外もね、京都が暗いとは言ってませんよ、ただ、京阪神ってやっぱり面白いなっていうかね、文化の深さ、えー、僕は世界をその後ね、共同通信の記者辞めてから本当に歩きましたけれども、この京阪神ってあたりの文化の深さとそれぞれの個性、例えば、も,うもちろんはるかに東京に住んでる方が長いんですけど、横浜行ってもね、今回、 三原純子さんの応援で、この間、横浜のね、桜木町って駅前で演説しましたけど、すごいビリいっぱい立ってますけど、個性がないんですよね。で、それは大宮とか、埼玉県行っても、千葉行っても、やっぱりそうなんですよね。で、横浜は港町だから、神戸と共通点多いと思うじゃないですか。いや、全然違いますよね。まあ、自分が生まれたせいはあるだろうけど、神戸のこの人懐っこい感じ、それからわずか150年前には、 感想だったんですよね、えー、僕は小学校の時にその島流しで、妻に流されたっていうふうに、小学校の先生の教わって、もう今の部会と同じでね、ケンちゃんよくわかってる通り、はいって手を挙げてね、先生、それ違うでって、妻の海水浴場で泳いでるわけでしょ、普だ島とちゃうよって、島っていうのは向こうの淡路島やって言ったら先生が、いやいや、京都の奥下藩から見たら、当時の、 妻なんてものは、離れ小島みたいなもんやと言ったんですよね。で、これも頭に突き刺さってて、だから神戸は一番古い大阪、京都より古いですよね。その次に古い京都、それと全く違って、150年前は、まあ、龍馬さんが活躍するような時代は、ただの寂しい漁村だったわけですよね。だから、すごくこう、前に開けてますよね。でやっっぱり僕はちちゃい頃 黒人の人のが普通にいたでしょ神戸ってだいたいただんだん話が古くなるけど、阪急ブレーブスっていう人気のない球団があって、阪神タイガースと大違いで、今日甲子園球場の前ですけど、ねえ、今ね、バルボンとおっしゃったんですよ、このかっこいいファッションの方がね、黒人の野球選手、日本で初めてですよね、がいらっしゃって、野球選手を辞めてからカレー屋なさってね。だからそういういうに 黒人だからとかね、何人だからという、偏見、今僕は全く持たないですけど、自分、世界に出たときに、いかに自分が偏見から遠いか、やっぱり神戸のこの前に開けた文化の影響、すごくあるなと思ったんですよ。みんな早くウクライナの話聞きたいのに、地元の話ばっかりやけど、地元にいるからわからないってこともあると思うんで、あえてお話してるんですけど、京都支局で僕は事件記者や、 あるいは京都市政担当、それから文化財担当。なんと、京都は世界で2か所だけ宗教記者会があるんですよ。もう1か所、どこだと思いますいきなり聞くなと。男性の場合は、僕に聞かれて、ね、丈夫そうな方だから大丈夫でしょ。答えられないと、虎狩りにされます。なおかつ、大丈夫です。十分虎狩りにできます。で、眼鏡かけておられるから、 答えが間違うとメガネに紙面をつけます <laughs> 記者クラブってあるでしょ言い悪い別にしてどうしても特に事件記者の時には警察の記者クラブを中心に動くんですけど宗教記者会っていうのは世界で京都とあともう一箇所だけなんですよ今ねちょっと答え聞こえましたけどはいどうですか分からない <laughs> すごい拍手してください 虎狩りにしたかったのに、はい、バチカンなんですよね、で、京都はこの宗教担当というのは大変なところで、例えば地方院の三門に、こんなち,ちっちゃい傷ついただけで一面トップっていう世界なんですよね、国宝に傷がついたっていうね、大事件なんですよ。で、そこを担当してた経験も合わせて言うと、支局のデスクっていう人がいて、京都人なんですよね。 でその人は大阪に住んでて、京都が嫌いで、なんでかというと、京都はな、死人の町やって言ってましたよ。死人やって、きついこと言うなと思いましたが、でも実際、僕ら家族は京都が大好きで、今も、息子たちも含めて、特に青山茶ル博士と忙しくても、京都に来て、錦の,の市場行ったりね、茶ルはお寺興味ないので、紅葉も興味ない、桜も興味ない。 ただ食い物だけだから、<laughs> 京都の食い物がまた、この関西の中でも全然文化違うでしょ。原型とどめないんですよね。京都ってほとんど原型をとどめないで料理しちゃうんですよね。で、神戸の文化ですと、例えば明石の干物にしても、一目瞭然タコってわかるでしょ。でも京都って何もかも砕いて、飲み込んでしまうんですよね。で、これもまた奥深い文化で。 それでももう一回話戻すと、阪急電車に乗って神戸に近づくと、外の景色はもちろん明るくなりますけど、車内もなんか明るくなるんですよ。じゃあその逆、京都支局の記者時代は当然京都に戻る、京都に戻っていくと、だんだん暗くなるんですよね。まあそれでも、京都を含め、大阪を含め、神戸、西宮を含め、尼崎ももちろん含め、僕は関西がやっぱり、 大好きで、えー、私は東北行ったら東北弁で喋るし、どんな言葉でもすぐ喋れるんだけど、この関西の言葉っていうのも、場面が厳しくなると活用してるんですよ、ね、なんと岸田総理に対してもそうで、岸田さんが韓国の代表団とどうしても会うと、ねえー、これはやばいんだった、えー、公開なんですね、今日ね、と画して。<laughs> ただし、岸田総理と電話で年中話してるっていうのは、僕は隠してたのに、岸田さんが予算委員会の始まる前、テレビカメラを回ってる前で、青山さん、昨日のあなたの電話のあれだけどっていうね、なんか普段よりでかい声でおっしゃるんですよ。企みがあるのかなと思いつつ、まあそうではなくて、意外にオープンなんですよね。だから中身は言えないです、ね、やっぱり現職の総理ですから。 安倍さんがかつてこういうことを言いましたって、ある程度言えるけど、今日だんだんそういう話を、明日の朝5時になるまでにはしたいと思うんですが、この間、韓国の代表団なる者が来まして、代表団なんかじゃないですよ、日本をなめきってて、国会の副議長とか、んちょっとごはんり、あっ、池田上夫さん、いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 あのちょっと車椅子なんでご紹介しにくいけど、あ,のあいや大丈夫じゃあ,あ、女性経営者として奮闘され、僕は寄付受け付けないんですが、青山千春博士の東京海洋大学に多額の寄付をいつも頂い,いている池田上代さんですはいいありがとうございます。 青山千春博士が中心になって進めてきた日本の自前資源、特にメタンハイドレート、これあの、東京海洋大学の中でも、はっきり言って、今、これ、公開、えー、のために動画も撮ってるんですけど、海洋大学の中でも何度も潰されそうになったんですよ、はい、でそれが潰されないで来てるのは、もちろん青山千春自身の努力もありますけど、池田神代さんをはじめ、 たくさんの方が寄付をくださって、えー、そして、えー、今、国立大学でも寄付がないとやっていけないので、えー、支えてくれてる人です、えー、ちょっともう一度拍手していただけますか。<laughs> それと、今なんと大発見しました、ねえー、実は拉致被害者、本当は100人超えてらっしゃると。 思われますがその中でわずかだけ政府が認定していますそのうちのお一人が有本恵子ちゃんで僕と神戸市長田区の、えー、日本キリスト改革派協会附属長田幼稚園の同窓生の有本恵子ちゃんそのお父様有本明弘さんが今日おいでです立てますかお,お立ちになれる立つの無理 はいはいありがとうございますはいありがとうございます大丈夫ですかうん、うん、座りましょうはいいやーえと、ー、こにいてくれはって見つけられたわ有本さんはいありがとうございます えー、また何の話してたのか忘れましたが、えー、総理が韓国の代表団とも呼べない、この次期ユン新大統領からの使いにあわれようとするので、えー、僕は怒って電話してる最中にね、えー、広島弁になってですね、大うたらあかんと言うとるじゃけっていうふうにね。 本当に言ったんですよこれね総理がうわってこうなってですね、えー、総理は標準語を続けようとしたけど、やっぱり広島弁っぽくなられてですね、えー、僕はその場を和らげるために、突然、東北の言葉僕大好きなんで、だから、あっちゃだめってさっきから言ってるでしょ、あっちゃだめなものはあっちゃだめなんですって言ったら、もう総理は完全に調子が狂ったんですけど。 結局、会われましたが、5月10日の大統領就任式に行かれることは阻止しました。はい、そのときには、山田検事の名前を使って、山田検事が殴り込みますよとは言ってないけど、まそこはかとなく岸田総理は、僕の後ろに74人の守る会の同志がいて、もっと大事なことは、 その後ろには、今日の皆さんのような、主権者が全部ついてるっていうことです。ね、山田賢二ちゃんをはじめとして、去年10月の総選挙の時僕、山田賢治さんの応援に来ましたけど、私たち国会議員は全員、岸田総理もまだ当選1回なんですよ、僕は。ね、ただの1回生の僕にしても、全部皆さんの代理人にすぎない、日本の主人公は皆さんだけですからね。 あなただけですからね西、西宮のミスターアロハと言われてる、ね <laughs> はい、よく似合ってます。で、そのことが一番僕らにとって大事で、日本の尊厳と国益を守る会、守る会も、それが一番の基本なんです。えー、山田健ちゃんは残念ながら来られなかったけど、この間、感染症対策を十分取りつつ、広いところを借り切って、 まあ、感染症始まってからという、初めてですし、去年の10月で新しい代議士が誕生されてから、初めて懇親会をやったんですよね。で、まあ、本当にあの気をつけながらですけど、ずいぶんいろんな話が飛び交って盛り上がった、その後に拉致問題担当大臣なさった山,山谷えり子さん、ご存知の方、多いと思いますが、この山谷さんが、 え僕のところ寄ってこられて、翌日ですけど、翌日、国会で寄ってこられて、青山さん、守る会って、まったいらですね、ね上下の区別がない、まったいらでいて、それでいて求心力はガチっとはっきりしてる、この会に入ってよかったと思うと、山谷さんのようなベテランであり、著名人であり、大臣経験者がこのようにおっしゃってくださいました。言われれてみれば 健ちゃんもそう思ってくれるかもしれないけど、大臣経験者いっぱいいるんですよ、守るからね。で、代表、僕ですよ、代表が当選1回で、閣僚経験者がまあ10人前後いますよね。で、そういうのもまあ、あんまり今までなかったんじゃないかと思うんですよ。で、雑談のように見えて、実は肝心な話をもう結構してるんですけど、守る会って1円もお金動かないんですよ。 ちなみに最近、自ら入りたいとおっしゃって入会なさった参議院のベテランがいらっしゃるんですが、えー、この人が、青山さん、会費いくらですかって言われて、えー、月200万円ですって言ったんですよ。ね、そして、あっ、高っって言われたんですけど、いや、でも守る会に入れと、支援者からもずっと言われてるんで、しょうがない、200万円払いますよって言われたんで、<laughs> 僕は違います、200円ですと。 まあ200円で,ですから、あこ懇談会の費用にもなりませんけど、まあ、要はお金動かさないって意味なんですよ、ね。それからポストの割り当てもしないです。例えば農、それから農協とか郵便局とか、利益をいっぱい持ってるところにつなげたりもしないです。ただただ失われた日本の尊厳、特に韓国、中国に踏みにじられた私たちの先輩の方々、 たった七十七年前に戦った私たちの先輩は、慰安婦の方々目当てに戦ったんですかそんな事実は欠ければないんですよ。だから失われた尊厳を取り戻す。それから例えば日本の本当の国益は、今人類は地上産出の資源はもう終わりです。そろそろ取り尽くしだし、環境にも悪影響が大きい。そうじゃなくて今まで、 取りにかかっったたあるいは取れなかった海の中の資源、日本の神戸も西宮も海に面してますけれども、海の中の資源を実用化する、それには今までの日本の仕組みと戦わなきゃいけない、漢字、大文字でいうと、既得権益、もっと簡単に言うと、自由民主党の腐った部分と戦わなきゃいけない。戦う時に テレビのコメンテーター、評論家のように、外から言ってても、へでもないですよ、び、ね、くともしないです、住民主党の中の腐った部分は、内部から、それも今までの派閥と一切関係なく、理解関係なく、志だけで、山谷さんが言った通り、全く平等に閣僚経験者も、当選一回の私も区別なく、それでいてぎゅっと団結してるっていうのは、 自由民主党、長い歴史、67年なんですよ、67年の歴史で初めてのことであると思います、間違いなくそうです。元政治記者ですから、自由民主党の党の歴史もよく調べてますけど、全く初めてのことです。だから岸田総理が急に韓国にニコニコしたり、あるいはウクライナではっきりしてきたのは、日本の周りの国がいかに恐ろしいかです。改めて気がつくべきです。 日本の隣国、ロシアも中国も北朝鮮も全部独裁国家で、しかも全部核保有国で、なんと北朝鮮にですら使える核を持っていて、日本はいまだに憲法9条でどうやって国民を守るかがすべて否定される。あの長い1 0条もある憲法の中で、一字一句といえどもあなたをどうやって守るか。 拉致被害者をどうやって取り返すか、奪われた自国民、同胞、腹からをどうやって取り戻すかが、一言もない憲法のもとにいる、それを考えたら、絶望感が湧き上がる人も、もちろんいると思います、真剣に考えれば考えるほど、しかしよく見ていただくと、山田賢治や、山田の賢ちゃんや、不詳私や、こういう人間が何のために活動しているか。ね けんちゃんも去年の10月、厳しい総選挙を戦いました。西宮はもともと自由民主と弱いですから、土井貴子さんの拠点ですから、もともとは。でも、応援に来てつくづく思いましたけど、山田賢治のどこを見ても、票のためにやってる気配がない、自分のために議員をやってるんじゃない、人のために、国民のためにやるということを貫いてるっていうのは、これ、守る会の背骨です。 だから、会費もまあ事実上頂い,いてないのと同じです、ゼロじゃあ,あんまりだというので、200円にしただけで、その中で払うのが嫌だと言った人が1人だけいて、<laughs> え、200円ですよって言ったんだけど、いや、俺は嫌だと、誰だと思いますいや、ちょっとわからないです。とらがりに死骸があると思って来たのに <laughs>、うん、かっこいいヘアスタイルですが、安倍晋三さんです。はい これ、実はですよ、これ、公開、公開情報ですからね、全部、公開情報じゃないんだけど、もう、録画しちゃってるから、もう手遅れですよ、ね。まあ,あ、守る会の持ってる国家間、歴史観と安倍さんの間に共通するところはあるけれども、でも例えば、僕個人で言うと、ケンちゃんの意見は聞いてないですけど、消費増税反対です、あくまでも反対です。元は経済部の記者です。 このへり口で言ってるんじゃなくて、資本主義の経済はどこまでいっても、ハイテクの時代になっていっても、6、7割は個人消費なんです。しかも、まあ、東京大学の学生、今でも教えてますけど、明らかにレベルが落ちましたよ、ね。なんと東大でも1年ごとに落ちていってるんですよ。なぜか本読まないからです。本は体系付けて読んじゃだめなんです。乱読しないとだめです。 受験勉強に合う本だけ読むと模範答しかわからなないい頭にだんだんんんっていくんですだからそれは恐ろしいことではあるけれども、でも、もう一回言いますが、世界を歩いてきた実感から言うと、日本のみんなのレベルの高さっていうのは、それはもう他の国と比べられないんです、ね、アメリカに行って英語が通じないってい、僕の英語が下手って意味じゃなくて、本当に読み書きできない人いっぱいいますからね。 それ考えれば、消費税を10%にしたでしょ、安倍さんがやりましたよね、罪が重いです、1割。例えば、このジャケットが、例えば8945円っていうややこしい値段でも、1割って言ったらですね、894円ってすぐ分かっちゃうじゃないですか、8%ってってるまではまだ計算しにくいんですよ。1割の消費税がすぐ頭に浮かぶから、当然、消費を抑えます。このデフレに苦しんできた中で、なぜ増税を2回やったのか。 ということも含めて、安倍さんと僕は考え方は違うし、何よりも中国の習近平国家主席を国賓で来任する、来任してもらう、それを決めたのは安倍さんでした。これ、なんと、ケンちゃんや私たちの強い反対で、事実上、棚上げになってるんですよね。だから、考えは違うけれど、しかし、考え違う人が集まるのが守る会なので、一致点を探すという、 究極の目的を持っているのが守る会だから、安倍さんにもお声がけをして、そうすると守る会の中の、さっき言いました、閣僚経験者のようなベテランの方は、総理なんだから、最高顧問にすべきだと、そんなものは置かない、守る会は旧来の住民、者がやってきたことは何一つしない、最高顧問もない、総理辞めたら大議士じゃないですか。 山田検事と同じですよ、そうやって区別してたら、当然、一回の僕は代表してるなんてありえないじゃないですか、だからそれを安倍さんにもろに言いまして、最高顧問なんか起きませんと、入るのか入らないのか、入るんだったら会費200円払ってくださいって言ったら、俺は嫌だと言われるんで、もうしょうがない、じゃあ、それでもみんなの信任を受けて総理やられたんですから、7年8ヶ月も。 最初の1年合わせると8 8、8年、8か月も総理やった人だから、敬意を持てっていうのはその通りだから、特別会員っていうのにしたんですよ。ね、名簿を見た方、ご存知の通り、安倍さんのところだけ色が違うんですよね。これは会費払ってないっていう意味なんですよ。<laughs> 今の話は全部安倍晋三前総理に直接言ってますから、ここでも何も問題がないですが、このように、 自分の足元から、あるいは本当に山田賢治さんの顔を見てても思うんですけど、自分の生き方として、今までと違うことを自ら進めていく、だその精神が、守る会を通じて、やっぱ党内にやや浸透しつつあるということは、すごく感じるんです、ねえー。関西では某野党も強いし、僕は松井さんと長年の親友です。 橋本徹さんとはどっちが酒強いかという飲み比べを、ずいぶん前ですけど、ありまして、2人で3升以上飲んで、最終的に僕は負けました。今、なんか中国との結びつきで大変なことになってるみたいですが、その後、まともに話したことがないんですが、ただ、よく知ってます、そういう人々も。でも、例えば、あえて言いますが、維新とは、 天皇陛下のご存在に対すする考え方が違いますそれはまあ、もう橋本さんは維新の人ではないけれど、橋本さんの考え、は僕はよく分かってますので、自由民主党は痩せても枯れても、天皇陛下のご存在とまっすぐ向かい合ってお支えしてきた唯一の政党です。その代わり、自民党じゃなくて、本来自由民主党です。 さっき申しましたが、なんと決闘は西暦1955年です。ね。その時にもう生まれてた人の方が、それは少数派ですよ、おそらくこの中でね。さっき言った通りり、67年、67歳なわけですね、住民主党は。じゃあ、誕生の時に何を掲げたか、自主憲法の制定です。これ、今、皆さん、静まり返っていただいたけど、本当はこれは笑いがおっきれいな話じゃないですか。 自主憲法の制定それが67日前じゃないんですよ。67年前に掲げて、自主憲法の制定、つまり一時一刻最初から本来の日本語で私たちの憲法を国民と共に我々の手で作る、当たり前のことじゃないですか。それができないどころか、 今の憲法を一時一句変えられないで、67年間、そのうちの60年以上、政権になってきた、そういう政党だから拉致被害者を取り返すこともできないということを、一番僕は問いかけていて、これを例えば野党のせい、あるいは国民投票にかけたら、西宮みたいに、いわゆる五憲勢力が強いところで負けるかもしれん、そんな話じゃないんですよ。今日 お山田健ちゃんとの対談をやりたいので、僕の話はあと15時間ぐらいにしたいんですけど、ね、キックホーム、えらいこっちゃでね、またトラガリーになるリスクもあるかもしれないし、そうではなくて、本当は自由民主党の議員を6年やって、よく分かったことの一つ、僕はもっと政治記者ですけど、やっぱり外から見てたら分からなかった。 中にいて一番よく分かったのは、憲法を一番変えたくない政党は、なんと古い自民党なんですよ。つまり、一番難しい安全保障、あるいは外交に至るまで本当はアメリカにお任せしてて、非常に楽に経済運営が今まではできた、この大阪の70年万博。 その6年前の最初の東京オリンピック、そうやって高度成長を駆け上がっていった、その時に、国民を守るっていう義務を持たずに、アメリカに全部丸投げして、身軽でやってきたっていうのが、実は本来の住民主党でなくて、自民党というふうに名前がいわば変わってしまった政党のやってきたことで、そしてその中には、例えば資源を、 自前の資源を苦労して実用化するなんてややこしいことをしたら、世界の仕組みが変わってしまうと、日本は戦争に負けたんだから、勝ったアメリカ様の言う通りに、中東の独裁者、王様と、サウジアラビアとか、クウェートとか、カタールとか、あるいはイランとか、そういうところの独裁者と、戦争に勝ったアメリカのメジャー石油資本、僕はエネルギーやり出したときに、 メジャー石油資本にあなたたきっとと殺されれると言われました日本で言われても怖くないけど、アメリカのど真ん中で、ね、あなたはきっと殺されると言われて、まあ僕、ほとんど心配しないんですけど、ちょこっと、あそうか、割と短い人生になるんだと、いや、本当に思ったんですよ。いろんなことありました、本当は。ね、な屁でもないですが、要はそういう怖い怖いメジャー石油資本に資源のことをお任せして、自前の資源なんかを持って日本が、 自前資源を持っている国っていうのは、突然国の立場が強くなりますから、敗戦国日本が、ね、軍国主義で悪者だったはずの日本が、自前資源を持って大きくなるようなことは都合が悪い、敗戦国で資源のない国であることこそが利益だと、既得権益だと、それが古い自民党の本質なんですよ。だから 今どんどん動画が録画されてるんですが、<laughs> ね、守る会も今の発言で、半分ぐらいやめるんじゃないかと思うでしょ、大会者ゼロなんです、ねえー、もうある程度の歴史、踏まえてきましたが、大会なさった人はゼロで、僕が消費減税を打ち上げたときに、お二人、やめたいと、自分は増税派だと。 おっっしゃってそうですかと、ね、そのままにしてた、そうすると、やがてまた戻ってこられて、あの戻りたいんですけどって言われたんで、もちろんどうぞと、だ結果として、一、まあ、人行ってもいいかな、僕のお信頼する斎藤健ちゃんっていうね、山田健二と健の次が違うけど、農水大臣なさった人で、この人は経産省の官僚のときから、僕とずっと議論してきた人です。信念を持っっってて一旦退会するとおっしゃって もともと勧誘もしたことがない、そんなのに戻ってこられました、それは消費税に対する考え方違っても、不私が言っている一致点を探すことでいえば、日本の外交安全保障、自分でやる、アメリカと日米同盟はもっと強化していくけど、その前には、まあ、ここは僕は自信持っているのは、アメリカ人と本当に深くまで付き合ってきた。 彼らが本当に日本を信頼するときは、核武装についても日本が自立して、自分で自分を守れるようになって、初めて本当の対等の日米同盟になる。まあ、アメリカは国ができてまだ240年です。ほとんどまんまカウボーイです。ね。アメリカ人、パーティー好きですけど、パーティーに出てても、だんだん酒が回るにつれ、明らかにカウボーイに戻っていってる。 ね、牛追いですよ、牛追い、ね。神戸牛かどうかは知らないけど、ちなみに僕は神戸の少年時代に牛おらへんのになんで神戸牛やと思ってましたが、これは皆さんに解説する必要はありませんが、話を戻すと、日本が本当に独立をして、敗戦国だったことから抜け出して、しかも日本の高い技術で、 世界に避け駆けて海の中の資源を実用化すると、日米同盟は本物になります。その時に初めて隣国が、もう一回言りますが、ロシア、中国、北朝鮮、全部恐るべき独裁国家で、全部核をいつでも使いたいと思っている国で、ね、中国については具体的に台湾を攻め落としたいと思って、その中に尖閣諸島も含まれる。 そういう国であっても日本だけで立ち向かおうとしてはだめですいいですか僕は関西テレビのアンカーの時代から全部リアリズムで話してきたんですほとんど自分の実体験に基づいて話してきましたし単独で自国を守ることのできる国は大きな国ではないですアメリカもないんです、ね、多国間の安全保障が必要です国連に頼るんじゃなくて 一番考えが近い国と、まず本当の意味で手を組む、日本とアメリカが何が共通するか、嘘をつくのはいけないと考えていることです。これは皆さんの中にも、商社マンであったり、あるいは学者さんであったり、世界を回っている人いると思いますが、世界では上手な嘘をつくことが正しいんですよ。お堅いと思われるドイツ人でもそうですよ。僕はこれをドイツに行って言うから、よく論争になるんですけど、要するにドイツの戦争責任の取り方は、 全部ヒットラーに押し付けたんですよねだから西宮はよくご存じの人多いと思うんですが、ワイツ・ゼッカー大統領の演説とあります。僕もドイツ語は一部しか分かりませんが、英語に翻訳したやつ見ると、ドイツ人は何も悪くない、全部ヒットラーが悪いと。ね、でもヒットラーは本当は選挙で選ばれたんですよ。クーデーターを起こしたのは選挙で選ばれた後に、さらに権力を固めるために、独裁に移行するために、 クーデターを起こしたんであって、もともとドイツ国民が支持して、ヒトラーが生まれたんですよ、ナッチが生まれた、ね、でもそういうことをもう全部、いわば覆い隠して、敗戦後の77年間、ドイツは全部ヒトラーが悪いりにして、壮大な嘘ですよね、はい、でこれをドイツに行って、僕は言いますから、当然、殴り合い寸前まで行きますよ。ね、でもそれは大事なんですよ。 誰かと仲良くなろうと思ったら、他の国と仲良くしようと思ったら、あるいは一致点を探そうと思ったら、まず最初に論争しないといけないです。最初、にクニとして、なーなーして、ね、手を差し伸べて、これが外交だと思ってきた、敗戦後の日本の外交はこれが違うんですよ。日本の外交官は海外でいつも守られてる。ね、特にイランのようなこう危険な国に入るとですね、僕は実際にイラン行ってびっくりしたのが、 大使が皇帝から出ないんですよでどうやって情報を取ってるんですかって聞いたら、いや、大丈夫です、CNN 見てますからと。だからこれ、実はですよ、僕は民間人のときですけど、だから大使に、どうぞ日本へお戻りくださいと、で全日空ホテルに国民から部屋用意しましょうと、そこで CNN 見てくださいと、同じものですと、でも費用ははるかにその方が安いですと。ね、ところが こういう絶望的な話をしてるんじゃなくて、その中で、イランの日本大使館の中で、1人だけ街中に出て、それもそれだけじゃなくて、イランの軍事情報部、これは本当に怖いです、僕はお付き合いしてましたが、この人たちと一生懸命、まあ、下手な英語を使ってお互いに何とか一冊をして、情報を取って,取っている人がいて、そういう人が何でこなんでご覧したかというと、兵庫県警の外事課の 巡査だったりすするんですよあるいは巡査部長だったりするんですよ。で、本当はこういう若い警察官は、大使館の警護だけで行ってるんですよ。ね。だから給料は、大使、あるいは公使と比べると、まあ、何分の1かですよ。本当に、全部合わせると。大使は向こうにいるときは、もうこの話やめよう。ね、まあ、大変恵まれてます、諸国の外交官から見てもですね。 その中で警察官は安月給で、身の危険顧みず、テーランの街中、這いずり回って、僕は相当危ない橋渡ってますけど、まあ、あんまり変わらないぐらいのことをやってて、ね、その時に、日本人の志、ここにありってことを思ったんですよ、これ、兵庫県警だから、今、あえて言いましたが、ただしですね、大きな問題があって、日本に帰ってくる、ね、あるいは一時帰国で帰ってくる、その大切な情報、誰にあげるか、兵庫県警の外事課長ですよ。 ヨ護研究県警の外事課長が、例えば岸田総理に電話をして、安倍総理に電話をして、イランは本当はこういう本音ですと話できると思いますかできないですよね。僕は民間人でしたから、僕は話せますけど、そうやって多くの志が埋もれていってる、こういうことを一番違うやり方してきたのはアメリカなんですよ。だからアメリカは世界の覇者になることができたんです、一旦はね今はもうウクライナで 力発揮できてませんから地位が揺らいでますけれどもこういうことも実は守る会の運営についても僕は大きな参考にしているわけですで、この話は国会議員がどうこうということよりもやっぱりみんなの生き方とも関係すると思うんです、ね、今日ここにおいでの方はまあ、特に西宮市民ですと周りと意見が違うこと多いのかもしれません僕は保守を習らないそんなこといちいち 保守だ、保守だとか、確信だとか言う必要がないですよ。私たちは皆同じ日本国民ですから、同胞腹からですから、ね、そういうことを考えていただきたいと思います。えー、今日はちょっと普段と違う話し方をしててですね、それなりに苦労しているのはですね、この僕らの国会ってもう何度もやってるんですよ。ね、で、そのために動画アップするんですよ。いつも同じ話だったら、見る人に気の毒だと思ってですね、 まあ、ただで見てらっしゃるからいいんだけど、ね、いや、今のは冗談ですよ、そういう問題じゃなくて、ちょっとずつ変えないとですね、見てくれる人は悪いと思いますから、<laughs> 今日はそういうお話をしました、ただし、えー、今日有本昭弘さんが来てくださってますから、有本恵子ちゃんのお父様、ちょっとその拉致事件の話はやっぱりして、それで、け、え、ん、ー、ちゃんとの、 え対談に移りたいと思います、ね、それから場内の皆さんから質問もお受けしたいと思っています質問はどういう分野でも構いませんで、もう暑くない、はい、くつろいでくださいどうせ明日の朝5時まで帰れませんからで、この僕は6年議員やってきましてもともと一期でやめるつもりでした今でも これ言うたらあかんねんけど、やめられたらええのになと、ね、実は社会人になってからずっと組織で生きてきたんですよ、共同通信18年9か月、その後三菱総合研究所、その後独立総合研究所の社長になり、今、自由民主党と国会、だから、まあ、自分の人生をもし考えるなら、ほとんど考えないんですけど、まあ、1期6年、必死でやってきましたから、 守る会も作ったし、ある程度の基礎を作ったから、誰かに渡して、えー、やめたいと思ったんですけれども、一、まあ、つは、ですねその拉致事件の前に申し上げると、この安倍さんの予言ね、6年前に、えー、もうこの話、ごく簡単にしかしないですけど、2016年ね、平成28年、えー、参議院選挙があこの6月公示になって、7月のあるときに、 ある年に、1月4日に、世耕弘重、当時の官房副長官がお見えになって、1月4日、正月明けっていうかね、三が日終わったらすぐ来られて、青山さん、今回ばっかりは選挙に出てくださいと、断ってたの知ってるから、あなた、憲法を変えろと言ってるでしょと、だから参議院で、自由民主党が単独過半数を取るためには、全国比例で出て、そこでたくさん票を取って、そしたら、下の方の人が、票が少ない人が救われると、それでぎりぎり、 単独半数取れると、ね、だからあなたは出るべきだって言われて、いや、世耕さんの説得力大したもんで、うん、そうやなと、内心思ったんですが、即座に嫌ですって言ったんです、はい、国会議員になるのが嫌いう意味じゃなくて、さっき母の話もしましたけど、要するに自分を売り込むなと、ね、日本男子が自分を売り込んだ人はいかんというのが、 我がとと父の教えででししたからそれは僕は僕今でも正しいと思うだから選挙になると、助けしてね、なんと自分の名前書いてる、ね、手袋してる、けんちゃんしてたかな、なんで自分売り込んでんねんと、それからもう政治家の言葉っていうのは、常套句ばっかり、明るい未来とか、ね、そんなこと言われて、誰が勇気づけられるんですか。 だからもうそういう人たちだけにはなりたくない、特に本当は今まで言わなかったことを1個言いますと、2002年9月17日に、小泉総理が当時の安倍晋三官房副長官と一緒に北朝鮮に行かれて、そして北朝鮮はお金欲しさに、今の独裁者のお父さんの金正日総書記が初めて拉致事件を認めました。ね、そのの時にに自分たちにとって都合のいい 5人だけを日本に返したんですよねでもこれもね、えー、これは有本さんがいるから言うわけじゃなくて、僕はなぜ選挙に出なかったかっていう、本当の原因はここにあってですね、そのときに、まず日本がやったことっていうのは、ちょっと気の毒やから、個人名やめますけど、外務省の当時のアジア大洋州局長と小泉総理の2人だけで密約をしてた。今もあんまり まあ特にメディアに出てこないけど、その密約っていうのは、まあ5人ぐらい出してもらおうかなと、ちょっとこれだけでムカムカしませんみんな同じ腹からですよ、有本恵子ちゃんも横田めぐみちゃんも、その中で、北朝鮮の、これ、北朝鮮のミスター X って言ってたんですけど、今はもう正体ばれてますけど、まあ大したことないですよ。でもそのの人物と日本の 外務省の局長が密約をして、まあ、5人ぐらい北に出してもらおうかと、もうその時点で、例えば、独裁者の息子の家庭教師やってたらしい、発表はっきり分かりませんが、横田めぐみちゃんとか、つまり独裁者の秘密を知ってしまってるとか、それから有本恵子ちゃんもおそらく工作活動に協力を強いられたりしたかもしれない、そういう人はもう全部除外して、例えば曽我ひとみさん、皆さんご存知の、人柄良すぎて工作活動になじまない。 こういう北朝鮮にとって都合のいい人を、ご本人たちには何の問題もないんですよ。でも北朝鮮が、要するに北の真相をあんまり知らない人を選んで、五人だけ出して、ね、そういう意味でしょ、五人ぐらい出してもらおうかっていうのは。そしてそれが帰国じゃないんですよ。日本に帰ることじゃなくて、一時的にふるさとに、ね、しばらくの間帰って、なんと犯人のところに帰るっていうのを、 自由民主党の総理であった小泉さんと、外務省のアジア対応州局長がそれで密約をしてたんですよ。ね。それで、例えば今ここに静かに座ってらっしゃる有本さんとか、あるいは亡くなってしまった恵子ちゃんのお母様の有本佳代子さん、なんと僕の母と雰囲気がそっくりなんですよ。やっぱり神戸って共通点ですよね。それから、 皆さんご存知の横田めぐみちゃんのお父様のしげるさん、亡くなってしまいました。今、ご健在のお母さんのさき江さん、こういう人たちを、つまり、息子や娘が帰ってこない人たちを、当時の福田康夫官房長官が外務省の施設に集めて、北朝鮮の出した資料の言いなりに、それもいい加減な資料で、死亡診断書のその病院がなぜか全部同じだったり、 北朝鮮の寒い寒い冬に海水浴してて亡くなったことになってたり、でたらめな話を日本国の小泉政権下の自由民主党中心の政権の官房長官、後に総理になった福田さんがその通り読み上げたんですよ。家族の方々に対して。ね。このことを20年経ったからといって、20年近く経ったからといって忘れるっていうのはどういうことでしょうか。 その時に僕は民間人でしたが、まあ、情報機関と連絡を取り、安倍晋三さんとも連絡を取り、かなり深い部分を民間人ながら知ってましたよ、ね。その時に横田早紀江さんが勇気を出して、もう少し恵みの詳しいこと、分かりませんかと、福田康夫官房長官にお尋ねされた、その時はもうメディアも出して、家族会と、 家族の方々と福田官房長官プラス政府高官だけですよ。福田さん、なんて答えたか、ね。亡くなってるって言ってるでしょっ亡くなったって証拠はどこなんだよその後家族会が記者会見させられたんですよ。させられたと言うべきだと思う、僕は。その時は僕はもう記者辞めてましたが、メディアの内情よくわかるから、なんてもこういうことをするのかと。 そそしたらその記者会見に国会議員が同席してて、あえて言うと、一生懸命戦ってきた山谷江理子さんとか、あるいは古谷恵二さんとか、野党だけど、松原仁さんとか、本当にやった人はいるんですよ。でも、全然普段やってない人、ね、ちょっと名前気の毒ですか、でもあるところの知事なさってますよ、今。兵庫県ちゃうで、兵庫県の知事は若すぎるでしょ。 そうじゃなくてめっちゃ有名な人ですよ、ねうん、やっぱり気の毒だから言わないけど、しかし僕の知る限り、拉致事件で頑張ったテレビなんかないですよ、それが一番テレビに映るって教わってるわけですよ、それ以上言わないけれど、この時に国会議員ってなんて嫌なやつなんだと、もうその時すでに僕は何度も誘われてた、もうその時に実は一旦決心したわけです、絶対俺は出えへんで、なんやこいつらはと。 ね、思いましたよ、恥を知れと、その気持ちは今では全く変わらないです、ね、まあ世耕さんはそこまで知ってたわけじゃないけど、話戻すと、2016年の1月4日に言われたことの中には、僕は憲法9条を改正して、有本恵子ちゃん、横田めぐみちゃんを含めて、自衛隊の救出部隊の救出作戦ができるようにしましょうと、これ、戦争でもなんでもないですから、自国民の正常な救出活動ですから。 しかも北朝鮮とそれで戦争になるってことはあり得ない。北朝鮮は半島国家です。韓国も含めて。強い日本と強い中国の狭間まで、数千年間生きてきたんですよ。だからもし自衛隊が本当に来るとなったら、ね、ガラッと様子変わって必ず交渉に応じます。今までは誰も取り返しに来ないと、憲法9条がある限り、決してそういうことは起きないと。僕らよりも日本国憲法の正体をよく知ってるから、今のようにいわば強気強気で、 金だけけくれというのをやってるわけですよ、ね、だから世耕さんが言った、6年前に言った憲法改正を言うなら、青山さん、自分でやるべきじゃないかというのは、僕は筋は通ってると思ったんですけど、それでも、あのもう一回言いますが、今までこのことをあえて言わなかったですけど、あの5人が帰ってこられるにあたっての帰ってこない人,人々のお父さん、お母さん、あのひどい対応、福田予さんだって国会議員ですよ。 そううでしょう小泉総理も含めて、この自由民主党の国会議員、野党も含めて、なんたることだっていう気持ちは、僕にとっては消しようがなかった、だから2016年の1月、2月、3月、4月、5月、6月と、世耕官房長副長官、今の、えー、参議院幹事長はも、とってもタフなネゴ、ね、シエーターですから、タフネゴシエーターなんで、強い交渉相手ですから、あの手この手でいろいろ言われましたよ、全部断ってた。 そして6月、6年前の6月のもう半ばになって、今年と今回とたまたま同じ22日が公示ですから、まあ、あと数日になって、いくらなんでも,も間に合わない、だから僕、自分の年齢考えても、多分今回は最後のお誘いだろうと、やっぱりわが母の嫌った政治家にはならずに、いわば済んだなと思ってたら、もう本当に直前の月曜日の午後2時半に、安倍さんが電話してきたんですよ。ね、今、嫌そうに言ってますけど。 で、携帯見たら安倍晋三って出て、僕は会議中でしたが、飛び出したんですよね、会議を。なぜかというと、安倍さんから電話かかったことないんですよ。こっちからは数えきれずかけてるわけです消費増税反対、ね、衆議院解散すべきっていうふうに、こっちのまあ苦情、文句、意見ばっかりずっと言ってきたけど、総理から電話かかったことがない。だからてっきり僕は、僕の専門分野の一つの危機管理に関して、テロが起きたと思ったんですよ。 自然災害もやってますけど、自然災害はすぐわかる、テロは最初、伏せられるので、だから電話に出て、会議室から飛び出して、電話で、総理、どうなさいましたかって聞いたら、うん、青山ちゃんね、やっぱ選挙に出てほしいんだよなって言われたんですよ。それで、あっに来てですね、まあ、会費200円払わないのは別に払ったとないけど、ね。 その時は本当に頭にきて、総理、忙しいんじゃないんですかって、今、月曜日の2時半ですよって、こっちも忙しいんですと、ね、世耕さんにずっと断ってきたじゃないですかと、なんで今さら電話されるんですか、そもそも間に合いませんと、言ったら安倍さんは全然めげない人で、ああ、まず青山さん議員になったら外務省をわるなって言われたんですよ。これ、拉致事件のことです。僕は外務省を外せって言ってきたんですよ。 あるいは後ろに置けと、外務省を軽蔑して言ってるんじゃなくて、日本が外務省で交渉してると、北朝鮮も外交部なんですよ。北朝鮮の外交部が拉致事件知ってるんですか、僕らの方がよっぽど知ってますよ。異常な国ですから、ね、金一族と工作機関が上にいて、行政機関になってゲのゲなんですよ。だからそれを変えてくださいと、総理に言ってきたから。 安倍さんはそれ、よく分かってるんで、一言でそれを言ったわけですよね。まあ、電話、盗聴されてるってこともあるから、ポイントだけ言うわけですよ。それから、経産省も変わるなって言ったんですよ。僕が動揺したのをすかさず見抜いてですね、経産省も変わるな、これはだから、自前資源を実用化しろと、経産省を変えろとずっと言ってきた、それよく分かってるから、なになら、あんた自分でやれと。それからさらに、青山さんが議員になったら、自民党の議員も変わるなって言われたんですよ。 これは今考えれば、まあ、その辺はやっぱり安倍さん、天才ですよね、もう全部見抜いてたと、その割に会費払わないけど、<laughs> ね、<laughs> いいんですよ。でも、そうやって、まあ、安倍さんに言われたから、僕は決心したんじゃなくて、考えた逆やっぱり断ろうと思ったら、これはもう知ってる人多いと思いますが、青山千原博士、今日その話あんまりする時間ないけど、女性が多いのであえて言うと、 日本女性で初めて大型船の船長になって、そこから圧迫、圧力、差別、偏見、僕の母も含めて、ね、ちっちゃい男の子を2人残して、体力のあるうちに遠洋航海に行かなきゃいけない、それ行かないと博士号もおそらく取れない、だから男の子2人残していきましたよ、ハリム不通リに置き去りにして、船が出ていくんですけど、飛行機と違ってなかなか去らない、消えていかない、長男はもう諦めたけど、 ちっちゃかった次男は諦めきれずに細いおなじを不当にさらしてずっと海の方を見て立ち尽くしていたんでまあこれ僕も今でも涙出ちゃうんですけど我が子の前に回ったら目に涙いっぱいためて手をギューッと握り締めててよく見たらちぎれたテープ握ったままでしたね。でその海高丸って船がなかなか行かないわけですよだから僕のお袋は「重治 あの嫁は離縁しろって言ったんですよ。この言葉のまま。ね。あんたの言うことを、千原さん何でも聞き換えないかってそうですよ。意外でしょうが、僕は停止関白です。最終決定は全部僕がします。全責任僕は取ります。それまでは女子は何してもいいんです。日本女子は何してもいいんですよ。男は黙って守るんです。だから千原は食べるの好きだから、食べて食べて食べて。全然正直僕は問題感じてない。短い人生、おいしいもの食べて。 食べたいもん、食べた方がええで、ね、話を元に戻すと、その青山茶原博士が船に乗る、そしたら子供産んだんだから降りろ、ね、なんと大学の学長に厄介払いしたんですって言われた。れ分からないんじゃないんですよ、船はトイレとお風呂が、助手用があるわけじゃないんですよ、もちろん。だから札出して、女子入浴中、ね。 どんな事件が、事故が起きるかって、それは大学心配しますよ。でもいずれにしても、それは女性のそういう性的被害が起きないように守るのが、むしろ大学の仕事じゃないですか。そんなことも実は実現されない。でも、その青山千原博士が、それでも、はっきり言うと、僕はいなかったら特訓潰されてるけど、でも海洋大学の教官になり、そしてメタンハイドレートの、はっきり言うと、世界的権威になり。 日本では無名でも、世界では第一人者ですよ、ね。そうなったことがあっても、民間時代は、そうですかで終わってたんです、経済産業省は。しかし、この6年間議員をやったら、ここは皆さん聞いてほしいんですよ。僕が頑張りましたって話をしようとしてるんじゃなくて、経産省の態度が変わったのは、僕の後ろに、ね、僕の後ろに独立総合研究所があるんじゃなくて、 それは完全にやめて、その代わりに、主権者、皆さんがいるんですよ、この6年間。今日の中に6年前、僕に投票したって方はいらっしゃると思います、1人か2人は。ね、そのうちの1人は山田健ちゃん。ね、でも、48万1890人の主権者の方が入れてくださって、しかも選挙活動は、まず僕の名前を言わない、しゃべってるだけ。 この神戸でしゃべってて、車から降りたら、知らない、おそらく地元の神戸のおばあちゃんが、あんた、青山さんやな、テレビ出んと、なんでこんなとこしゃべってんのって言われて、いや、僕ね、あの選挙に出てるんですよって言ったら、何の選挙って言われて、え、参議院選挙でそれ今やってるかっあんた、そんな間に合えへんでって言われたんですよ。ね、しかも名前言わないので、この僕の名前が比較的知られてる京阪神でも、結局、あんた誰やっていうのがね、 それでも50万近く票が出て、これを経済産業省はしっかり考えてて、皆さん言ってる意味分かります民主主義の基本を外してないんですよ。後ろに主権者がいるんだったら態度が変わる。なんと議員になってすぐにですね、まず経産者の人事ががらっと全部変わったんですよ。民間時代に僕らの意見を少し聞いてくれた両親派、みんな飛ばされてたけど、全員戻ってきた。そして今、強固なライン作ってますよ。ね。だから 経済産業省が国会答弁でも、萩生田経産大臣がはっきりと、メタンハイドレートは水素も作れるから、とっても大事なんで、2027年度、あと5年後に商用化するまで言い切ってるわけです。でも現実、僕が今、議員を辞めたら、これ、大逆流します。間違いなし、人事は全部入れ替わる。自前資源なんかなかったことにする。なんでかというと、自前資源は値段が安い。 これあの、今までの僕らの国会でも、ここはポイントだから言ってきたんですけど、新潟の海で一番やってますが、佐渡島の北じゃなくて南なんですよ。新潟港、直越港と佐渡島の間です。狭いでしょね。海にしては狭い。そこに研究調査船で出て行って、そしてどうしても徹夜になります、研究調査船っていうのは。僕、大酒飲みなんで、新潟のおいしい地酒ね、灘、まあのキーポンもおいしいけど、これまた格別にうまいんですよ。 同じ腰のの乾杯ででも東京で飲むのと味が全然違うだからやっぱり、どうせ徹夜するなら一杯飲みたいなと、ね、飲んで寝ちゃうってことはないので、振り返るでしょ、だから新潟の街の明かり見えるんですよ、その時間帯で電気が光うとついてるっていの飲み屋街ですよね、赤ちょうちんは見えないけど、そして海域が変わったら、今度は佐渡島の明かりが見える、何言ってるかわかりますか、めちゃくちゃ近いわけですよ。 その海の下に大量の凍った天然ガス、メタンハイドレートって凍った天然ガスですから、それがあるわけですよね。今、天然ガスをどこから例えば輸入してるかというと、中東のカタールから輸入してるんですよ。ね、カタールに何度も何度も行ってますが、行くたびに、ここでみんなとカタールっていうのを日本語で言ってですね、英語がその部分だけ日本語になるんで、この人なんかちょっと変わった人かなと思われてるんですけど、これも意外でしょうけど、実話なんですよ。 アラブ人に対して、ここでみんなでカタールって言うんですよ、で今、何言ったんだって言われるんですが、このカタール、これで頭入ったでしょ、ね、もうカタール忘れないですよね、この日本とどれぐらい離れてると思いますか、例えば関西だと、堺で天然ガスを受け取るんですが、まずカタールで出た天然ガスを、機体を漏れちゃ困るから液体にする、これ日本人が考えたんですよ、液化天然ガス、今、ウクライナで話題になってる、ね、そこでまず金かかる。 そしてちょっと僕の手を見てもらうと、余白板ないんで、こういう甲板の上にこうドームが乗ってる特別な船、これ、建造費高いです。そこに詰め込む。そして例えば、堺なら堺に持ってくる、堺だけじゃないですけど、そしたらその液体をもう一度機体に戻す。また金かかる。しかも8000数百キロですから、運搬費、燃料代みんなかかる。だから、僕の手を見てもらうと、値段こんなになるんですよ。値段こんなになります。輸入している天然ガス、LNG、液化天然ガスというのを。 これだけ値段が高いと、マージンこれだけあるんですよ。ここで天下り官僚も、ね、特定の企業も大企業中心に、みんな食えるわけですよ。でも、新潟や佐渡の明かりが見えるところで取る天然ガスって、こんなですよ。マージン当然ちっちゃくなりますよね。日本の産業構造も、世界の経済の仕組みも全部変わってしまうだから、もっとの話に戻っていくんですよ。 今までの日本、憲法9条のと安全保障はアメリカ、外交も本当はアメリカ、そしてお金があんだから、みんな文句を言わずに電気代払ってるんじゃないかと、電気代今どれぐらい上がってますか、原発止めてるから、年間4兆円5兆円余計に払ってるんですよ。それを気にしないがごとく、本当はみんな電気代、ガス代だけで、本当アップアップでしょ、西宮みたいな、いわば高級住宅街もあるところでもそうでしょ。 それをこのままにしておいた方が、今までの利益になる、これが自民党なんですよ。それを変えて、この値段にして、世の中を変える、それから拉致事件についても、自衛隊がもし救助をまだ変えてなくても、僕はずっと予算委員会で言ってるのは、自衛隊の救出部隊を作って、まず訓練をしろと。 そうすると安倍さんからこう言われました、手の内を見せることになる。それ、安倍さん違いますよって、手の内を見せようとしてるんですよ、ね、本当の本当の自衛隊の能力は隠すことはできますから、われわれはもうこの決心なんだと、これ以上待つことができないと。有本昭弘さんもさっき僕は立てますかと思わず聞いたぐらい、一生懸命来られてるわけですよ。ね、そのことを考えれば、今までとやり方を変えなきゃいけない。 えー、今日は部分的な話しかできません、ねまあ、それはしょうがない、よかったら他の動画も見てください、ちょっとずつ話変えてありますから、じゃあ、ケちゃん、<laughs> はい <laughs>、はい、これなんか、こ,こ,このしつらをするんやで、これ、自分でやるのか、<laughs> はい、はい、これちょっと上に上げなんかもう。 はい、お願いします。いや、いい、大丈夫。いや、だ大丈夫、大丈夫。はい。はい。で、これは何のために置いてあるのかな。はい。で、これは下ろすのかな。 かっこいい舞台ができたでしょう、はい、じゃあちょっともう一回紹介していいですか我らが山田賢治代議室ですじゃあ,あのさっき事前に賢ちゃんと一言二言だけ話したんですけど、はい けんちゃんから、まあ、質問を受ける形にしようかなと思ったんですけど、はい、もう任せます。<あ>はい。いや、もう、あの、まあ、冒頭に、あの、青山先生、ようこそ、西宮にお越しいただきました。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。それから、あの、皆さん方も本当にありがとうございます。あの、西宮の方も、西宮以外の方もですね、ここを集まりいただいて、私からも感謝を申し上げたいと思っております。 えーとど,どう進めるのか、全くノーアイディアなんですけど、青山先生にはですね、あのよくあの先ほど、自民党、腐っとるという話もあったんですけど腐ってる部分もあると。よくぞ、まああの、国会議員になっていただいたなというふうに思うのとともにです、ねあの、冒頭出られたとき、一気限りやって言ってはりましたけれども、はい、ぜひです、ね、あの続けていただきたいなというふうに思っております。皆さんどううでしょうか <laughs> あの私はですね、初めにお出になられるときから、なんで一気限りやって言われたんかなとか思いながらです、ね、ぜひやっぱりこう、キスを重ねてですね、なかなかやればいいってもんではないんですけれどもね、青山先生のように、それだけのお考えを持ってる方、それから実力のある方に出ていただくことがやっぱり日本のためだと思っておりますんで、その辺あの改めてお考えをお聞かせいただきたいなと思います、はい、いやありがとうございます。まあ、一つは、ね、6年間政治献金なしそれから 法律が保障している正式金集めパーティーも開かず、パーティー券売らず、まあ、僕は政治記者のときに、秘書さんが1枚2万円のパーティー券売るので、人生が変わってしまった人もいたんで、そういう苦しみを自分の秘書にはやってほしくないとも思いました、それから後援会を作らない、それは本来は参議院の全国の議員というのは、例えば山田健ちゃんと立場が違うはずで、えー、どうしても地元を作ったり後援会を作ると、そこの ためにに働くことになる本来の全国比例というのは、口先だけじゃなくて、全体のために働くべきだから、それも作らないで、こういうやり方してるとですね、あ実際あの、信じない人多いと思いますが、スマホのアプリあの、毎日睡眠の記録を取ってて、自分でも驚いたんですけど、この間、6年間、まあ、6年近く整理してみたら、2時間いってないんですよね。だから、ちょっとした枝のときに、猫と同じようなキャットスリープって、 まあそれはできるのでそれなんとかやってるでしょ、それから金銭的負担もですね、正直、海外市長、まあ、本来この5月の連休って、アメリカに行って、アメリカ中心に特に軍関係を回っていくんです、普通の人が入れないところその費用もすごいです、格安スケート買えないんですよ、なんでかというと、格安スケートって変更できないでしょ、必ず変更しなきゃいけないから、正規料金で動くじゃないですか。だからそういうことを全部考えると、やっぱり1期6年以上できるのかなと。 だからもう最初から、1期6年しかやらない、テストケースとして、こういうやり方もあるんだっていう参考にしてほしいっていうのが本音だったんですよ。ところが、今、山田健ちゃんが、山田健次代議士がきっかけ作ってくれたんで、言いますと、正直、その安倍さんが言った、6年前に安倍さんが言った、外務省が変わる、経産省が変わる、自民党議員が変わる、を全く信じてなかったですよ。だって当選1回ですよ。ね。6年あるとしても。 よより長いいけけどでできるわけないと思ってたんですよだからとにかくこ,のこういうテストケースやり方がありますよってことだけやって、まあ、自分の年齢とか、あるいは今後の人生を考えると、最後は自由な物書き、あの正直、作家で食えるから、それやりたいと思ってたんですよね。でも、6年間やってみて、さっき最後のほうにちらっと言いましたが、実際、外務省すごく変わりました。 あの山田賢ちゃんと僕は毎日憤慨することばっかりだけど、山田賢治代議士、僕は印象に強いのは、部会でね、これだけ議員の側からいろいろ問題提起をして、政府側が答えてるけど、現実にはちっとも変わらないと、これ、一体何のためにやってるんだという問題提起をね、山田賢治代議士、みんなが見てないところですけど、それ、しっかりやってるんですよ。でも、さはさりながら、外務省の中にいわば良心的な人はやっぱり僕は増えたと思う。 中国に対しても、韓国に対しても、アメリカに対しても、拉致事件に対しても、姿勢はやっぱり変わってきたと思う。それから経済産業省は劇的に変わりましたよね。それから、あえて言うと、守る会ってものが存在してるのも、やっぱり安倍さんの予言が当たってて、自由民主党議員の一部とはいえ、新しい動きが出てるでしょ。そうすると、僕はここで、自分の願いを優先して、退いてしまうと、全部が逆に今までぎゅーっと押してたから、 これは一応、長いこと人生やってきたんで、ぎゅーっと押して進めてたら、緩めたらどんと帰ってくるっていうのは、これは日本だけじゃなくて、人間共通のことなんですよ。それを考えると、もう一気でやめるっていう願いは捨てなきゃいけないなと思いまして、ちょっと前ですけど、自由民主党から話を聞かれたので、私はもう一気やりますと言いましたので、このもう公認が出てるんですよね。 ところがね、ちょっと、あの、工事前なんで注意しながらですけど、こう、お話するとですね、僕の48万1890票を分析した政府の情報機関がまず一つある。それから、朝日新聞と、古巣の共同通信、NHK も関心を持って、中でも朝日が一番丁寧に調べたみたいですが、まあ、知り合いが朝日の中にも多いので、非公式に聞いている限りでは、登用した人の多くが、 まず政治が嫌いで、僕はさっき言った拉致事件のときの,の嫌な感じも含めて、もともと政治家が嫌いで、一度も投票に行ったことない人、それから自民党が一番嫌いで、自民党だけにはいれな,い入れなかった人、そういう人が実は数が多いというのが、びっくりの,あの結果が出ててですね、今の拍手はちょっと僕には嬉しいんですよね。 これはやっぱりその、まあ、自民党が嫌いっていうのはいいんですけど、登用しないで世の中を変えることは絶対できないので、私たちの日本国民の生き方の根幹なんで、だからそれをその、まあ、公示の2日前に記者会見して、えー、それが出たんですが、今回、公認出たでしょ、そうしたら多分あいあい順なのか、名前が一番上に載っててですね、そうするとまあ結構たくさんの人からね、 これで安心だと、自民党って書いたら、青山さん1位やから当選する、これ違うっていうのご存知ですか、これはね、主権者国民が悪いんじゃなくて、僕ら国会議員の怠慢ですよね、今の参議院の全国比例の投票制度は最悪で、要するにあの、まあ、山田健ちゃんは衆議院議員なんで違うんだけど、例えばここで言ったら、加田さんね、兵庫選挙区で出てる、 加田さん守り会メンバー、僕らの盟友です、さっきなんかメッセージがありましたけど、この、加田さんに入れるときは、加田さんって書けるじゃないですか、でももう一票あるでしょ、全国比例のための票が、それがなんと、政党名を書いてもいいし、書きたい人は個人名書いてもいい、こんなアホな制度がおまっかいな、アホちゃうのか、これ、本当に。<laughs> 昔は 昔はその個人名を書いて、あらかじめ政党の中で1位、例えば山田賢治1位、青山繁春2位っていうふうに、党内で決めといて、えー、それあだ個人名じゃなくて、政党名を書いて、その党内で決めた順番通りに当選していくって、まだその方がわかりますよね。でもそれ、党内で順番を決めるときにいろいろややこしいことが当然起きるから。 金が動いたたりもしたそうですからちなみに衆議院の場合は、うん、今でも拘束名簿式で順位がこう決まってますね。はい、これがまたややこしいんですよね。ど,どっちも一丁一短あって、それはそれで、なんであいつが一番やねみたいな問題になったりしますんでです、ね、それは絶対起きるよね、はい、それで参議院の場合は、今、健ちゃんが言ったことも含めて、まあ、一種の参議院の独自性を出すために、全国比例は、透明でも個人名でもいいになって。はいで 個人名が多かかった順番から当選すするんですよつまり名簿は関係ないんですあの、これ、難しい言葉で言うと、さっき健ちゃんが言った衆議院の方は、拘束式って言って、拘束っていうのは党が順番決めてる、で今の参議院が非拘束って言って、党は順番決めてないんですよ、その名簿、僕はなんかさ上の方に出てるけど、それ関係ないわけです個人名多かったらその人が当選する。 だからなんとですね、さっきの僕の前回の表の分析の中で、実はこれは情報機関から言われたんですけど、はっきりそのデータを見ながら言われましたが、要するに自民党と投票して、青山茂治に入れたつもりっていう人が、実はものすごい多い、それはあの何万って単位じゃなくて、うん十万っていうね。だから、そういう,こう制度の分かりにくさがあるんですが、 あの僕は住民党の公認で、たまたま名簿の上のほうにいるわけですよね、だからもうこれは、際は投げられたで、もう山田健ちゃんの質問に答えて言うと、一気でやめようとした理由はそういうことだし、2期目も献金受け取らず、パーティー券売らないっていうのは続けるので、えらいこっちゃなと、つまり、夜中起きている理由は、一つは時差のある外国と暗号化された電話で、 え秘密の交渉をずっとしてます6年間ずっとやっっととししててまます年間やきたほぼ毎日ですね、それと同時に、原稿を書いてですね、その原稿収入を例えば海外出張の費用に実際に当ててるわけですよ、えー、今日も今朝9時締め切りの大量の原稿を、マンションの下で待ってる編集者に渡して、飛行機に乗って、その原稿ができたのは今日の午前8時35分ですよ。残りの 9時出発ですから、25分間でお風呂も入って、髭も剃って、ハーブも磨いて、朝ごはんも食べてっていうのをやるわけですけど、こういうのあと6年やるのかと、まあ、しかし今、みんなの前で約束してますから、少なくとも6年間やります、はい、ありがとうございます。 あのぜひ体が資本でございますんで,です、ねあの、体を大事にしていただきたいなというのと、体大事せえへん青山先生のようにね、私よりも経験も能力もあの秀でた方に、私が言うのもあの大変僭越ではございますけれどもね、やっぱりあの数は力というか、青山先生、先ほどおっしゃっていただいてたあの、自民党にも腐った部分があるとかいう部分、これね、あの否定できない部分があって、ただよくも悪くも、今までのこの戦後の流れを作ってきたのは自民党で、今、皆 皆さん何んだんな中国と仲ええねんとか何んだんな中国にとすねんってこれもやってきたのも自民党なんだけど自民党のある個人の議員で悪いやつがおってむちゃくちゃしてきたというよりはその人もまた。 あの国民から選ばれて出てきたということはこれ否定できなくて青山先生になぜ出ていただきたいかというとそういう志のある方本当に日本のことを思っていただいている方に手を挙げていただいてそれを皆さん方が国民の皆さん方が後押しをするこれだけのたくさんの人がこういう考えの人に議員になってほしいとかこういう人たちに国政を動かしてほしいと思ってそう送り出しているそのまさに青山さんが言った青山先生がおっしゃったあの議員の後ろには 支援者国民の主権者がいるんだと、ね、これがやっぱり力になって政治を動かしていくんで、ですねあの政治って悪いやつやとかね、あのテ,レビテレビドラマに出てくるあの政治家って必ず悪いやつなんですけど、そうではなくて、しっかりと国のことを思って、世の中を良くしようと思う人に議員になって、手を挙げていただいて、それを皆さんが応援していただくことが、やっぱり日本の国を良くしていくことだというふうに思ってるんでですね。うん、ぜひあの あのその続けていただきたいなというふうに思ってますあの、今のね、山田賢治代議士、我らが賢ちゃんの話でねあの、僕は触発されてお話することは、自分のことじゃなくてね、特にあのテレビドラマと映画に出てくる政治家の姿ってひどすぎるよね、ちなみにあの千春ちゃんがですね、青山あの、千春博士が相棒好きなんですよ、テレ朝のね、そこに出てくる政治家ってね、 例えば現職の官房長官が、料亭で人殺しの相談してるんですよ。ね。しかし、僕はやっぱり政治記者として分かったつもりでいたけど、中に入ってみたら、まず将棋正直、衆議院、参議院の違いはあって、参議院は貴族院なんで、のそのこうなんていうか、雰囲気の違いはあるんですけど、まず礼儀正しいよね。国会議員って、票のために言う人もいるだろうけど、 基本的にちゃんとお礼を言いますよね、それからなんかお世話になったら、ちゃんと挨拶に行きますよね、だからすっごく礼儀正しいです。で、参議院でいうと、基本的に上着脱がないっていうのもあって、それは多分衆議院は雰囲気違うと思うけど、そのやっぱり野党の人でもね、もうはっきり言うと共産党の人であろうが誰であろうが、やっぱり主権者に選ばれるって過程を経てるから、こう人間としては一人一人、真面目な人がやっぱり多いですよ。 けんちゃんがおっしゃった、なんか特定の個人が悪いことしてる、昔そういう人いたと思うんだよね、でも相当おかげさまで淘汰されてて、あの思ったよりはるかにこう国会員同士が礼儀があり、それから誠実なんですよね、でさっき言いましたその、拉致被害者の記者会見のときに急に出てくるような人はいるけど、それ少数派ですよね。だから政治家が嫌いで 投票に行かないって人の多くは、やっぱり映画やドラマに出てくる政治家像で、もうびっくりしちゃうんだと思うんですよ。これ、日本だけじゃないんですよ。あの、最近のアメリカ映画でね、チェーニー副大統領のことを描いた映画が公開されて、僕見に行きましたが、僕、チェーニー副大統領って実際にアメリカでなんとか直接会って議論してて、もちろん、すごく裏がある人ですよ。しかしか あの映画で描いてるチェイニーさんと全く違う、つまり、人を踏み台にあ殺して生きてるみたいなことを平気で書くでしょ。で、言論の自由ですから、表現の自由ですから、それを阻むことはできないけど、それはケンちゃんの言ったことをきっかけに、僕の6年間の経験として皆さんに伝えたいのは、特に日本の国会議員は、真面目な人が多い、誠実な人も多い、何よりも礼儀正しいので、気持ちがいい、それは言えると思いますよ。 まあ、そういうことも、まあ、はっきり言うと、僕が言う方がいいと思う、うん、今までの政治活動と違うのは間違いないから、で僕の目線っていうのは、ケンちゃんもそうだと思うけど、要はこういう目線ですからね、これ、要するに、全くみんなと同じ、同じだからね、はい、相撲取りとちゃうよ。だそ,そこは変わってないので、その、だから、 政治家同士の仲間内にどっぷり使ってこの話をしてるんじゃなくて、目線は何も変わってませんから、その目から見たら、僕もあの記者で何万人という人と会ってきて、それから会社経営もして、ある程度、で、あのゃんの場合は銀行マンや、そういう金融の苦労もされてて、専門知識もありますよ、そういう目から見ても、国会議員像はドラマ、映画に出てくる人たちと全然違うねは。いはい はい、あいやいや、本当にあの言いたいことをほとんどおっしゃっていただいてるんですけどね、だから青山先生、ずっと続けていただきたいっていうのは、あの志ある,ある方が諦めてしまうと、残るのは誰かっていうと、あの <laughs> そういう言と選ばないかんけど、ろくでもない人たちが残ってしまうんですよね。 だからやっぱりあの政治なんて悪いやつやとか悪いもんやと思ってまともな人が遠ざかってしまうと何が何でもそれこそ利権というのがあるのかどうか絶対この人悪い人やけどあのうちの方に利権回してくれるわっていう人は残って国のためにっていう人が諦めてしまうと。 ろくでもない政治になってしまうということなんで、ぜひね、ね青山先生のように、うんあの、本当に国のことを思って活動される方がです、ね、うん、議員というのにこう、なんちゅうかな、失望して去ってしまうとかですね、またその支援されてる方々が、政治に対してこう、なんや、んなもしょうもないもんやと言って、あの遠ざかってしまわないようにしていただきたいなというふうには思っておりますいや、それは大変よくわかりました、うん、山田賢治っていうのは、本当、面白い大庫師で。 やっぱり山田賢ちゃん見てても、僕は政治記者の時代に会ってた政治家ともやっぱり違うねあの、本人を前にしてたけど、僕はお政治言わないのが信念なんで、今までの政治活動とは全然違うと思う、やっぱり、えー、人のため、国のためっていうところがすごくはっきり出てきてると思います、まあ、西宮の主権者の人々の寄付もあると思うね。はい じゃあちゃんちどうですか、会場からちょっと質問を受けますか。はい早速手上がりました、えっとホテルの人、マイクもう1本ありますかなさそうなので、えー、僕はこういうのやるために PCR 検査も受けてますから、感染はしてません、で3回目のワクチンも受けてます、そして水虫もありません、<laughs> それは関係ない、だから僕のマイク大丈夫だと思います。はいどうぞ、あのーあはい 今ウクライナのことも心配なんですけれども、えー、ちょっと地球の反対側の話の質問です。はい、フィリピンの大統領選挙。地球の反対側ちゃうでしょ <laughs>。いや違<う>いやウクライナから見て地球の反対側。いやウ,ウクライナから見ても反対側。それは細かい話、はい、フィリピンの選挙があるんですけれども、あのー。 アメリカの目の届かんところで、中国の暗躍の気配を感じるんですけれども、えー、青山さんはどういう情報をつかまれてるのか、この場で教えていたただきつかんでんの <laughs>、うん、分かる、把握ね、いやいやあの、ちょっとちゃんと答えないといけないですけど、まあ、フィリピンの大統領選挙は、ドゥッテルテ大統領が選ばれたとこから、結構呆れてるんですが、アメリカの目が届いてないってわけじゃなくて、 アメリカのインテリジェンスも現地に入って、まあ、相当調べてはいるわけですけど、やっぱり何がびっくりってね、あのフィリピンもかつて独裁者だったんですよ、かつてじゃないか、ドゥテルテンもそうですけど、やっぱり独裁体質が意外にフィリピンは強くて、マルクスね、ねイメルタ夫人の靴の話だけ、みんな記憶に残ってるけど、まあ、人殺しも平気な独裁政権だったんですが、その息子さんが立候補してるのに、 あの独裁政治は良かったんだっていうのを SN、SNS で徹底的に流してるんですよ、で今おっしゃったその、チャイナとの関係は必ずしもはっきりしないけど、まあ、資金源がそうかもしれないって話がありますけど、いずれにしても SNS の怖さ、それから討論会に出ると、必ずその独裁時代のことを知ってる人から証言が出るから、一切出てこないで、ネットだけなんですよね。 それで今、圧倒的に独走してて、ですね一つはやっぱりネット時代の選挙の怖さが、フィリピンでも出てきてるなと、だから日本でもやがてネットだけが頼みの選挙、あ今あ、そういう傾向もないではないですよね。でも逆に言うと、僕は6年前当選できたっていうのは、遊説しかしなかったんで、それを知らない人が、顔をよく覚えてますけど、全く。 ご縁のない人が男性3人ぐらいでしたけど、動画を自分で撮ってくれて、それをネットにアップしてくれて、しかも動画のスピードが6年ぐらい前にはもう速くなってたから、僕の長い演説もそのまま流せた、それで僕も選ばれてると思うから、まあ、あの僕の経験が光の部分って言わないけれど、やっぱりネットの功罪っていうのが、世界をこれだけ差配するようになってる、それからフィリピンは、ドゥテルテ大統領の時代からですね、 裏に中国がいるっていうのは言われててつまり、フィリピンはまあその土地柄もあるけど、あの位置関係からして、闇取引の中継地になるんで、その麻薬をはじめとした商売が非常に多くて、でドゥテルテ大統領はそれを裁判せずに、ほとんど殺してしまったんですよね。で、殺してしまって、ドゥテルテは本当は憲法を変えたりして、生涯の独裁者になりたかったけど、 フィリピンはまあ民主主義の伝統もあるんで、それはできなかった、できないとなると必ず殺されますよね、闇勢力から。で、それから守るために、例えばマルクスの旧勢力とも結びついてやってるわけで、まあ、フィリピン特有の事情はあるんですけど、今、ご質問に答えて言うと、中国の最大関心事は、フィリピンよりも、例えば日本の天皇陛下のご存在です。中国が一番狙ってるのは アジアの王様の存在をなくしていくことなんで、だからご承知だと思いますけど、ネパールは王様がもうほとんどもうあの追放されてしまいました、それからタイの王室があれほどタイ国民に愛されていたのに、中国の暗躍によって、タイ王室はもう見る影もないです、最終目標は間違いなく我が日本の天皇陛下のご存在です。 だから、中国共産党が一番金かけて工作活動をしているのが、私たちの自由民主党なんですよ。例えば社民党とか立憲民主党に、中国はそんなにお金をかけたり、ゼロではないけど、してるわけじゃなくて、ましては日本共産党じゃなくて、自由民主党なんですよね。だからそこがまあ戦争に弱い、弱いから万里の長城っていう役に立たないものを作った中国の本当の奥深いところであって、まあ、フィリピンのことも気にはなるけども、やっぱり、 中国の軍部ね、中国軍がご,存ご承知のとおり、公に掲げてる参戦ってあるんですよ、ね、沖縄の三線とちゃうで、うん、あれは三味線みたいなもの。参戦っていうのが、実は武器を使わないんですよね。一つが世論戦、例えば青山茂治は怖い右翼なんだと話を流したりする、それから心理戦、つまり中国だけには抵抗できないっていう心理戦。 さらに恐ろしいことに、法律戦つまり立法府、で、国会の中で本当に立法能力を持っているのは、住民主党だけですから、どうでしょう、野党で、まれに議員立法が、議員立法って全会派共通でないと作れないから、まれにあるけど、ほとんど住民主党でしょ、だから立法戦って言ってる、法律戦って言ってる以上は、住民主党に食い込んでくるわけですよね、いずれも武器使わないんですよ。ここれがロシア軍とと全然違うところで ロシアよりはるかに怖いだからずっと僕は、ウクライナで、えー、考えるのは、ロシア、ロシアって考えるんじゃなくて、独裁主義がどんなに怖いかっていうふうに見てほしいんですよ。ウクライナ戦争ではっきりしたのは、エネルギーを他国に頼ると、どんなにひどいことになるかということと、独裁主義の本質が見えた、プーチン大統領の野望だけ、ソ連帝国を復活させたいっていうだけで、全ロシア人が道連れになってしまってるでしょ。ロシアの音楽家も 講演活動できないですよ、ロシアだけで空港できないから、ヨーロッパで講演活動してたのが、もう全部できなくなった、ロシアは音楽家、すごいいい人いるけど、誰も出られない、スポーツ選手も試合もできない、ねまあ、それは一つの例ですけど、独裁主義がどんなに怖いかと、でその独裁主義の中でも、ウラジメル・プーチンさんみたいに、あえて暴虐の限り尽くして、人々に恐怖感を与えようと思って、赤ちゃんを殺したり、妊婦を殺したり、これで終わりですよ、プーチン大統領は必ず終わる。 そしてロシア自体も、まあ、ある意味もう1000年出てこれないですよ。中国にこれから頼り切ることになる。結局得するのはチャイナであって、だから僕たちがウクライナで一番考えなきゃいけないのは、さっき言いましたエネルギーの自立、だから自前資源、今まで取れなかった海のものが海中ロボットのおかげで実際取れるようになってます。5000メートルの海底からレアアースデーももうサンプルですけど、取りました。それを中国産のレアアースデーと比べたら、 泥の中にレアアースを含まれている純度が、中国の陸上産の20倍なんですよ、ね、だからそういうことに目覚めていく、でそのためには、健ちゃん言ったとおりあの、実は個々のお政治家には良い人も多いので、そういう力を結集する、それが守る会ですよ、だから守る会は、大会者も出ないんだと思うんですよね、いいですか、じゃあ、先生、中国、自民党に一番お金使ってるって言ったんですけど、もらったことないんですけれども。それは健ちゃんだから <laughs> いや、でもね、<laughs> ちょっとこれは言っていいのかな、でも、例えば、ケンちゃんも要注意、注意はした方がいいと思うのは、日本の政治権規制法っていうのはざる法ですよ、国会議員作ったから、でも、肝心から目のところ、外国人からの献金は違法ですと、だからこれ、ケンちゃんにと言わないけど、例えば僕が政治献金を法律通りに受け取っているとしたらですよ。 もし中国共産党が考えるんだったら、それは中国人の名前で研究はするわけないじゃないですか、例えば山田賢治って名前だったり、ね、日本人の名前で資金は中国ら出して、これ、アメリカでよくあることなんですけど、そしていざとなったら、僕を通報しようと思ったら、本当は中国からこんなにお金もらってると、ね、で僕はそれ知りませんでしたと、記者会見して、いや、私は知らなかった日本人だと思ってたと言ったって終わりですよ。 そうでしょだから隙を作らない、そのためもあって政治献金を受け取らない、でも普通は政治献金を受け取らない、やっていけないから、ケンちゃん受け取ってると思うけど、そこに特にチ,チャイナが裏に入ってるかどうか、これ、調べようがないんですよね。だから、そういうリスクはあります、それと、あの特にアメリカは見たらよくわかるんですけど、賄賂で渡すような下手な真似しないです、チャイナって。 だから基本的にアメリカは日本よりはるかにドネーション、寄付の世界だから、あの国防総省の食堂で昼飯食ってたら、僕の横にいる将軍がね、このちょっとアメリカ人行儀悪いから、ナイフの先でね、他のテーブルをこって指さすたわけ、あんた何してんのって言ったら、いや、あいつがだから1億ドル、1億ドルですよ、あいつが1億ドル、チャイナから受け取ってんだよ、でそういうのをね、パンダハガーって言うんですよ。 これアメリカだけの言い方だけど、ペンでハ a っていうんですけどで、その1億ドルっていうのも、例えば研究機関への寄付なんですよ。ね、え例えば戦争記念館にこうやってどっちら寄付して、日本に不利な展示をさせたりするわけです。これ、アメリカだとその寄付社会だから全部合法なんですよね。だから日本はそこまでいかないけれども、しかし、普通にみんなが想像しているような稚拙なやり方をするのは、ロシアのスパイであって、チャイナまずそんなのいないんですで、同じ色仕掛けでもね、 あの僕は動画で話したことあるけど、要するにあの北京の日系のホテルね、これ、ついあの動画、録画してるの忘れるんだけど、これ、別に行ってもいいと思うけど、もうホテルないから、アナのホテル、ね、新世紀飯店って言っちゃった、いや、もうこのホテルないです、なぜかなくなった、そのアナのホテルだから僕も安心してるんじゃないですか、民間時代。それでちゃんとホテルのディレクトリーがあってね。 それで、中国の生態術を受けようと思って、電話したら、はい、わかりました、今、伺いますって言ってですよ。で、その後ピンポンってくるわけでしょ。普通の人はドア開けるじゃないですか。で、ドア開けたらおしまいって、実はこれ、名前絶対言わないけど、日本の政治家がいるわけですよ。ね。入った瞬間にまッパになって、写真ばじばい撮られて、生涯親中派ですよ、はい。この関西にご縁がある人ですよ。言わない。<laughs> 一応僕は自分の危機管理しないっていうのは信念だけど、私の危機管理はみんなのためにあるんですが、でもはめられるわけにいかないから、電話してるけども、こう見ると、ね、ドアスコープだけじゃ全部見えないから、チェーンかけた上で隙間から見ると、マニキュアしてたわけですよ、ね。で、生体の女性が爪伸ばしたりマニキュアするっていうのは、チャイナでもありえないので、これは絶対違うと。ね。 あなたは電話したってことを中国で言うわけですよ。僕、現地にいるとその言葉わかるから。だから、動画で言いましたけど、僕はひたすら、名誉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 ,って,、ね、名誉ってノーって、ね、それをもう数限りなく言って、それでホテル内騒ぎになって、それで済んだけど、あれ、僕、裸の写真、僕、裸になってないんですよ。裸の女性が抱きついてるところを撮られたら、ね、僕の場合は慎重派にはならないので、しょうがないから山田検事を道連れにして、武装放棄でも何でもするしかないから。 だから中国の脅威っていうのは、やっぱり数千年の工作国家ですから、だから半端じゃないですよ、これはケンちゃんの未来のためにもね、政治献金受けてるとき、パーティー券買ってもらうとき、これは非常に要注意なんですよね、しかも調べられないでしょ、じゃあ、今度、女性の方どうですか、あすごい、じゃあ、2人上がる、ケンちゃんどうぞ。はい 頑張れ日本女子。<laughs> すみません。えっ、ー、と今日はありがとうございます。今ちらこそありがとうございます。えっ、ー、と今シマタであの話題になっ話題大きなちゃあれ問題で上海電力なんですけれども、あの私もあの最近まあこの問題がいろいろとねあの情報が入ってきてるんですけれども、兵庫の三田の方ではもうすでに2018年に上海電力の方でも稼働しているっていうか。 ニュースを最近もも見たんですけれどもそれとまたあの新しく2021年去年ですよねあのそのサンダのまた別の場所だと思うんですけれどもあの、えー、とパシフィコエナジーっていうところが着工しているということでまあ日本全国いろんな各地我々が知らない間にそういったところで。 メガソーラーラ事業というのがどんどん拡大されていってるかと思うんですが、それを例えばあの兵庫県ですとか、国とかどういうふうに今後あの、このことについて対応されていくのかっていうのをちょっと教えていただければと思いました、うん、その上海電力、まず僕からちょっと答えると、上海電力の問題っていうのは、まあ、特定の人物との関係が特に言われてるってことも承知はしてますけど。 しかし、もともとフィット価格っていって、再生可能エネルギー有利にした段階から、太陽光関連、本当は太陽熱まで含めて、太陽光が多いけど、チャイナがどっと入ってくるっていうのはこう見えてたことで、したがって、上海電力っていうその特定の資本の問題もあるけれど、そこだけに目がいくっていうのは、僕は逆にこう全体が見えないんじゃないかなと。 だから例えば今、太陽光は結局失敗しましたよね、国土の荒廃も招いてます、それからエネルギー効率が極端に悪くて、あのー、日本はその太陽の輝き、つまり太陽の恵みがそんなに少ない国じゃないけど、でもやっぱり世界を回ってエネルギー確認すると、スペインの南部とかね、あるいはフランスの南部のあの強烈な太陽と比べると、やっぱり効率が悪いんで、じゃあこれ、うまくいかないと。 で結局私始末もしない、今、洋上風力に行こうとしてるでしょ、これ、この間、参議院で代表質問するときに、自由民主党の政策審議会から、洋上風力も入れてくださいって言われたんで、僕は反対ですと、これも結局、チャイナのものになるし、大体この洋上風力も僕はあのまあたくさん調べて、すでに25年ぐらい経ってるんですけど、これ、日本の海には適してないんですよ。つまり あのまあ、デンマークなんでは比較やってますけど、ずっと遠浅の海が延々とあの隣のスウェーデンまで続くぐらいでないとえ、続いてないけど、日本の海には決して適してないです、ね、で、こういう洋上風力って、まあ、今の太陽光パネルよりもっと深刻な、恐らく環境破壊になっていく、しかも遠くの海から電気引っ張ってくるから、電気は当然抵抗があるんで、効率はよ抵抗という減っていくわけですよ、電気の中身がですね。 でそれを考えると、これ、次々とその上海電力だけじゃなくて、中国が日本の再生可能エネルギーと称するもの、一本やりになっているところに食い込んでいるのは間違いないですよ。で、これは、今、山田健ちゃんが言ったことでいうと、住民、人の一体誰が、ね、親中派の人っていうけど、宏池会がじゃそういうことをやってるのかと、そういうふうに見えないけれども、本当は特定の人物が窓口になっているとは、僕は思います。 政治家だけじゃなくて、むしろ官僚の方にも大きな問題があると思いますよね。ただ、これを全部食い止めようとすると、当然、外資規制もしなきゃいけないし、それから WTO の原則に引っかかってくるわけですで、それは中国はよく計算してて、WTO は例外があるんだけど、それは安全保障にかけてのことであって、じゃあ洋上、洋上風力や、あるいは太陽光パネルが安全保障に直結するかというと、 普通国際社会ではそうならないから、日本は WTO に位牌してるってことになるんで、その隙をついてきてるんですよね。だからまず、誰これを悪者にして、云々よりも、僕は専門家として考えてるのは、そもそも再生可能エネルギーって言葉自体もそうですけど、英語でも、Renewable Energy って言ってるけど、この言葉自体が嘘に近いですから、だからエネルギーのベストミックスで、 この兵庫県には原子力発電所はないけれども、しかし、福井の原発を含めて、まともに再稼働できるものは再稼働して、メタンハイドレートの使った火力発電所のようなものと、例えばエネルギーベストミックスとして組み合わせていって、とにかく洋上風力とかそういうものだけに頼るっていうこの体制を、さっき言いました優遇価格も含めて、それをやめて、平らにすることが一番効くと思います。はい でね、あの上海電力のことはいっぱいもうコメントが山のように来るんですけど、それはそのあんまりそこにだけフォーカスオンすると、むしろきれいに話をそらされていることにもつながると思います。 あのようやくですね経済安全保障って安倍の先生にも入っていただいて経済安全保障っていうのを国が言い出したんですけどそれだけ言ってる割にですね閣論になるとなんでこれそのままやねんっていうのがいっぱいありましてまだまだ今おっしゃったその役人の中にでもですね大真面目に環境やとかって言ってる人たちがいるんですねかたや安全保障のためにこう電力とか機関インらちゃんとやろうって言ってるのにエコやからとかあのカーボンニュートラルやからこれ進めなきゃって言ってる人たちもいるとここはやっぱり本当に安全保障にとって何が大事かっていうことを我々 でもちゃんと言っていかないといけないなというふうには思ってます、はい僕はそのカーボンニュートラルっていう言葉自体にも批判的ですから、カーボンだけ問題みたいに言うでしょ、でそういうのってこう、中国のことは言ってたけど、例えばヨーロッパ諸国が日本の自動車産業潰しに明らかに使ってるしね、ねそれからもっと言うと、いや、中国に対して、例えば守る会の一番の眼目の一つは、中国に対してものを言える。 唯一の議員集団と言ってもいいと思うでもそれと、うん、それは拍手いただくの嬉しいんだけど、でも例えば福島原子力災害の本当の原因なんですか、アメリカが欠陥料を日本に売りつけたんですよね。だから、海外の国々っていうのは、同盟国のアメリカであってもそうだということを考えれば、あの今、山田健ちゃんが言ったけど、今回の経済安全保障推進法みたいに、まあ、あれもまだまだ全然滴らずのね、 あのー、セキュリティクリアランスといって、このちゃんと国の認証制度があることもできない、そういうことはあるけど、あお手,お手洗い、はい、はい、ちょっとついてくださる方がちゃんとい,い,いつも言ってくれるんで、はい有馬さん、でも歩くの早い、<laughs> うん、うん、はい,いとりあえずいいですか、はい。 でもそうやって関心持っていただくことは大事です。はい、はい手を挙げてらっしゃるあの今、ウクライナの侵略がこのもう進んでいて、悲惨な状態をずっとあのテレビ等で見聞きしているにつけて、やっぱりあの国土を守る、自分たちの国をあの守る、そして奪われたらもう戻ってこないとか。 それから奪われないようにするっていうことがどれだけ大変かということをもうまざまざ毎日毎日教えてもらってるなと私は感じていますそのことであっと思ったのはあの今月5月なんですけど5月15日にあの沖縄県があの祖国復帰して50周年が今年なので、はいうん、で 沖縄県が戻ってきた、うん、あのことを考えると、あの戦争なんかしてないんですよねあれ。もちですもちろん。はい、あのもうあの沖縄県が帰ってくる来た時はちゃんとあの日本とアメリカと話し合って、そしてその関係者の方がもう尽力に尽力を尽くしてあの沖縄県があの日本にちゃんと祖国復帰を果たしたっていうことで、だから私は。 あのー、沖縄県外の、あのー、人間として本当に本当に本当に沖縄帰ってきてくれてうれしいって今思ってるんですけれども、あのー、青山先生はあのー、沖縄県祖国復帰50周年に関して、えー、のどのような思いをお持ちかちょっとお聞かせいただけたらありがたいなと思います。はい、これはあのー 僕に質問いただいたんで、僕から答えるとですね、まず池田上みさんを含め、知ってる人多いと思うんですけど、僕と沖縄の関わりは深くて、まあ、沖縄ライフワークなんですよね。で、そのうちの一つが、白梅学徒看護隊という少女たちがいて、悲鳴りのことは皆さんご存知ですけど、悲鳴りの塔と自決号は観光地になってるけど、本当はあれは沖縄の第一高等女学校と、 それから先生を養成する学校のエリートの女性とたちであってそれ以外の例えば沖縄県立第二高等女学校でその女生徒が白雨看護隊とこれが沖縄県でも忘れられててで僕は26歳の新人記者の時に偶然に出会ってここにお参りをして沖縄県民も忘れてるってことをずっと問題提起してですね えそして、その生き残りの少女たち、今だからもう90、えー、敗戦後77年ですから、当時15歳だった方が90を超えてるわけですけど、ちょっと余談ですけど、僕は本当はハグすると、僕の腕の中で本当に15、六6歳の女の子、戻るんですよね。で、そういう、これ余談じゃなくてね、本当は、そういう方の代表が、中山菊さんっていうね、これ公開の場ですけど、白梅同窓会の会長なんですよ、もちろんもう90を超えられた。この菊さんにですね あの自決号の前で、今おっしゃった5月15日を祖国復帰の国民の祝日にすべきですと、で今おっしゃったことに関連して言うと、沖縄は戦争で奪われたんですよ、ね、北方領土の場合は戦争終わってからの,あの不法な選挙なんですけど、沖縄に関して言うと、戦争の最中の沖縄戦にアメリカに奪われたんですが、これが戦争をもう一度やらずに、領土が返ってきた例というのは、世界の歴史でもほとんどないです。 だからもう本当、奇跡的なことであり、一つには、沖縄県民の方々が、今よりはるかに強く、祖国という意識を持っておられたんですよ。あくまで日本人としての沖縄県民、うちなんちゅうって言い方あるけど、あくまで日本人、ね、愛の方々が日本人であるのと同様です。で、その運動が非常に熱意がこもったこともあって、それから相手がアメリカだったこともあって、 奇跡として戻ったこれがどうして国民の祝日にできないのか、で、今年は50周年なんですけど、そのはるか前から、もう10年近く前から、これを僕は問題提起してきたんですが、答えはいつも同じで、要するに、米軍込みで帰ってきたと、ねでえー、米軍は、まあ、あ私たちと相いれないということをこう おっしゃって、できないできたわけですけど、僕は本当は今年の取り組みも、岸田総理、それからその前の菅総理も含めて、もっともっと準備しておくべきだったと思います。これはこ、ここにテーブルが2つあるけど、こういうテーブルにすべての問題を挙げないといけないんです、今まで見ないことにしてきたことをですね、沖縄戦の真実も、僕は歩き回ってたくさんのことを聞いてますけど、そういうことが公に行われたことがないんですよ。 だから、沖縄県民がひどい目にあったのは間違いないの、事実で、それは、あの皆さん観光で行かれたことはあると思いますけど、旧海軍号に行っていただくとですね、えー、そこに大田閣下っていう,う、この当時の軍人が残した言葉があって、沖縄県民、各戦いり後世特別のご後輩たまらんことを、ね、その言葉は一番最後にあって、それ有名なんですけど、その前の、 言葉を、できれば現地でいけなかったらネットで見てほしいんですけど、どうして日本は少年少女を戦いに巻き込んだのか、それからご高齢の方々をどうしてその戦争の犠牲にしたのか、ね、これはおかしいということを、太田閣下は軍の内部からちゃんと告発なさってるわけですよ、でその後拳銃で自決されるわけですけど、この広い沖縄、結構広いですけど、広い沖縄の中で、 帝国海軍のの桜と怒りが残されてるのあそこだけですそれから僕はそこで太田閣下の,あの将軍機がね、米軍から戻されたときに偶然いて、そして県庁の許可を得て、そこであの敗戦後の沖縄に初めて、まだ最近ですよ、この帝国海軍の将軍機を掲げたんですよ。それでも大きな反発は起きない。どうしてかというと、沖縄は左の人が多いとか言われるけど、 そうではなくて、話の整理がついてなくて、太田閣下については、特別だって気持ちがあるわけですそうすると、太田閣下のあの最後の、あれは遺書じゃなくて、海軍省に宛てたものですよね、公式なものです。そこで疑問が書いてあるわけですよね。だからその沖縄戦の整理を、私たち自由民主党が中心になって、50年が来る前にやるべきでした。それを怠ったまま、急に50年だから一緒に祝いと言われても、 沖縄県民はついいてこれないんですよねそれで、えー、例えばあ、当時の島田沖縄県知事が果たされた役割とかも、知りながら評価されてないですだから、日本に沖縄も含めて、東京にも神戸にも、どこにも、神戸だと震災の記念館はもちろんありますけれど、それ大切だけど、戦争記念館がないでしょ。 世界を回ってみればわかるんですけど、戦争記念館がない国って日本だけですから、ね。それは負けたせ、例えばポーランドね、今話題のウクライナ隣のポーランド、戦争負けたばっかりですよ。でも、ポーランドにも戦争記念館がちゃんとあって、負けた戦争であっても、祖国のために、人のために命を落とした人は、国が弔い、子供たちに教えるっていう戦争記念館がワルシャワにありますよ。でも日本ないでしょどうしたかわかります いいまだに日本政府の統一見解がないからです第二次世界大戦が起きた理由、大東亜戦争に至った理由、そして敗戦の理由、なぜ戦争になったかだけじゃなくて、なぜ負けたのか、それについての整理が一度も行われたことがないんですよ。それは僕は安倍さんも含めて、住民、人に一番の責任あると思うけど、目の前の選挙に勝つことだけ、そんなややこしいことをしたら票が減ると。でもこれやらないから、いつまでも先の大戦を引きずったままになってるんですよ。 沖縄のことも北方領土のことも、例えばアイヌの方々のことも、全部この整理をしないといけないです、ねで、それをやるのが本来の自由民主党の次の政権だと、岸田政権にそれを求めるのはちょっと僕は無理だと思う、次の政権だと、山田検事の政権だと、ぜひ青山政権では明していただけと思います。じゃあ あ、すごい手上がってる。じゃあ、じゃ、じゃ、ふ、ふとしが。示して。はい。我が政策秘書。はい。長崎県の五島列島出身です。五島列島で40年ぶりの東大だそうです。はい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 、はい、どうぞ。あ、こんにちは。なんか前の方ばっかりだけど。あまあすね、はい、ま、こんにちは。どうぞ。はい、えっと、昨年の5月に。自民党青山支部に入りました。 ありがとうございますいつもの、えー、いろいろご検討いただいてありがとうございます。あのー、昨年の秋ですか、あの衆議院選挙で自民党勝ちました、非常に嬉しかったんですけど、思ったより大敗されしなくて勝って、それでこのあと、このあとね、参議院が来るんですけども、毎回毎回、前市長からも、あのー、ずっと憲法改正ということを言ってる、な掛け声だけで。 憲法改正の発議すらされてないというのはなぜなんでしょうか、していかない、それを憲法改正しないと、北方領土も返ってこないし、あの尖閣問題も作れないし、解決しないし、北朝鮮の拉致問題、もう全然時間がないと思うんですよね、早くしないとという、もう喫緊のことなのに、なんでそのようになってるんでしょうかこれはあの、以下は僕個人の考えですけど、もちろん根拠なく言うんじゃなくてですね、 あのご承知のとおり、憲法改正以外のすべての法律に関わることは、国会だけでできるんです、どんな法律でも。でも憲法改正だけは、国会は発議するだけ、あと国民投票にかけて、反対か賛成かの過半数で決まるわけですよね。でその国民投票に例えば、9条改正をかけたときにどうなるかっていうのを、 僕によると、オールドメディアって言ってますけど、自分がいた共同通信も含めて、そこが古い手法でやる世論調査もあるけど、実は政府で定点観測をずっとしてるわけですよね。これ、公表されません。で、この定点観測によればですよ、もう一回言いますが、その僕の個人的見方ですよ、要するに九条改正を国民投票にかけると、負けると。だから安倍さんも、再登板後だけでも7年8か月もやって、今おっしゃった、 なぜ、発、え、議、ー、への本当の取りまとめをし、それから憲法審査会も野党が反対とか言ってないで、当然、民意を反映してやるべき審議をやって、なぜ国民投票にかけないかという疑問だと思うんですが、かけたら負けるという判断を、安倍総理は僕の解釈では間違いなくなさってて、それで安倍さんは、一度国民投票にかけて負けたら、日本という社会はもう二度とできなくなるんじゃないかと。 つまり社会によってはです、ね、負けても負けても出してきて、もう全然へこたらずに出してきて、ついにひっくり返るっていうのがあるんですけど、日本みたいに古来から安定している国っていうのは、一度やったらもうやらないっていうのが、まあ、社会の傾向として、大まかに言うとあることは事実です。ただし、僕、安倍総理にも申し上げましたが、その考えは間違いだと、つまり自分の内閣を守るとしたら憲法改正できません。それはどうしてかというと、憲法救助のおかげで平和でいるんだって教育が、今のお子たちにもされてて。 それどころか、ケちゃんもよくわかっているとおり、自由民主党の憲法改正を議論する場で、なんと例えば僕の斜め前の元閣僚が、救助のおかげで平和なんだよと、ねいや、あなた、自由民主党の、しかも大臣や、安倍さんが任命した大臣でしょうと、本人に申しても、いやいや、救助のおかげで平和なんだよと、ね、だからそういう状態ですから、むしろ僕は国民投票やって負けると、負けたら内閣は終わりですよ。 終わればいいじゃないですか、安倍内閣を続けることが目的なのかと。だから内閣がまあ最低でも2つも3つも潰れて、獅子累々になってですよ、ね、それでやっと実現できるんですよ、それがいやいや、国民投票にかけて負けたら、二度とできなくなるっていうのは建前で、本当は自分の内閣が潰れるからですよ、国民投票にかけて負けたら、それは内閣は総辞職ですよ、すればいいじゃないですか。 何何のののたたためめにに議員ををやり何のために内閣をしたのかとということですだからそこが残念ながら、安倍さんとここまで深い議論をしてきて、共通するところ、歴史観、国家観は本当に共通してますが、でもやっぱり内閣を作ると、その内閣維持することが最優先になってしまうで、それはさっきテレビドラマに出てくる政治家がひどいって話もしましたが、あそこまでひどくなくても、普段の報道だと、内閣が倒れそうだとか、ね、内閣の不一致だとか。 政権の危機だとか、危機だったらいかんのかということですよ、国民に問いかけたら、それは内閣が危機に陥り、潰れることもありますよ、それは決して悪いことじゃない、前にじいじい進むためには、はっきり言うと、そういう血を流さない犠牲だったら、流すことも必要だということが、そもそも日本の国会議員、政治家は分かってないです。ね ちょっと補足をさせていただいてねあの、つまんない話かもしれないけど、実務的な話をさせていただくと、衆議院選挙で私たち、勝たせていただいて、まあ、自民党、それからう党、公明党をどう見るかということなんですけど、与党としては3分の2に達してるんですね、衆議院では。ところがこれは、青山先生もいらっしゃるさあの、参議院においては、実は3分の2に自民、公明、維新を足しても、3分の2に達してなかった、これが衆議院で強引に進めると、参議院で、あのこう何ちゅうかな、寝っ転がられるとね、進まない。 というこれが実務的。で それをどうやってきたかというと、今、衆議院の方で動きがあるのは、新藤筆頭、新藤義孝さんという方が、憲法審査会の筆頭なんですけど、野党とこう,うまく話をして、あの野党、こういう言い方がいいのかな、分断と言ったらおかしいんだけども、元民主党の中でも、立憲民主党、国民民主に分けて、国民民主は前向きに憲法を改正したいという議論に乗ってきたで、この流れがあると、参議院においても自民、公明、維新、国民を足すと3分の二超えている。 だからあの衆議院の憲法審査会、今までは手続き法のね、国民投票法っていうあの選挙の投票の 手続き法を変えるのすらね、3年ほど動かなかったということがあったんだけれども、議論しようやないかということで、毎週憲法審査会、動き出してきた、で本当にあの皆さん方から見たら、歩みが遅いんだけれども、緊急事態について憲法上の問題どうしようとか、オンラインで国会開こうと、ようやく中身の議論で一定の方向性が出てきた、でこの後とどういうテーマをやっていくかということもあるんだけれども、ようやく安全保障についてもしっかりあのこれから議論していこうと、こんな状態なんですね。まあ、皆さん方からら見たらいつまで議論しとん ということだろうとは思うんですけど、自民党の中も憲法改正推進本部だったの、憲法改正実現本部ということになって、所属議員が、党所属議員がみんな憲法改正の必要性、なぜ必要なのかということを訴えていこうと、国会の中もそうだけど、国民の皆さんの理解が得られないと、先ほど青山先生おっしゃったように、なんやそれはと、戦争するのかみたいなあの馬鹿げたプロパガンダに負けてしまう、だからこそ、なぜこれが必要なんだということをしっかり所属議員が、 みんなあの地元で訴えていくようにという話をしししましたところが、先おっしゃった自民党の中にもです、ね、憲法を変えたらあかんねんという人もな、なんであんた自民党なんですかっていう方もいらっしゃったりするんですけれどもしかも大臣やってるこう,い <laughs> こういうのを、ね、のただ自民党としてはもう党大会でも推進、方針を出してますんで,です、ね、これを進めていかないかなと、こういう状況になっているというところですあの今の山田県庁の話に関連して、僕からも、まあ、実務的 近いこと2つ申し上げるとね、安倍政権時代より岸田政権時代の方が憲法改正に近いです、それはあ安倍さん自身も自覚されてるけど、安倍さんに憲法改正やらせないっていう、その野党の力と、それに付随した主権者の中の印象は非常に強いんですよ、で岸田さんみたいにこう大人しげな人、ね。 そういう人の方が、実は憲法改正に僕は近づくと思う。で、岸田さんにもそれも申しました、何度も。だから総理自身が憲法改正を場合によってはですよ、まだ決まってませんが、この7月10日の参議院選挙の争点にしようかと。えー、それ、えー、安倍政権下でも、実はほぼやったことがないですよね。だから、案外、動き出していると、岸田政権になったから逆に止まるんじゃなくて、動き出しているっていうところはあります。それとね、えー、憲法審査会っていうの 動かないというののは今ちゃんの話もありましたよねで僕は当選してすぐ憲法審査会の、えー、委員になりたいと、手を挙げてて、なかなか実現しなくて、やっとなったと思ったら、なぜか発表されるまで外されたんですよ。まあやっぱり怖がったんでしょうね、でそれが、そこに政策秘書いるから、彼もよく知っていますけど、今度、ついにこの憲法審査会の委員になったんですよ。<laughs> 破棄されることでもないんだけど、ただしですね、僕は今、経済産業委員会ってやつの理事、それから ODA ・沖縄北方特別委員会の理事、やってると、これ重なるんですよ、よく。で、理事やってるのは絶対そっちに出なきゃいけないから、まだ2回しか出られてないんですよね。でも2回出ただけで、僕はひっくり返ったのはですね、今、その参議院の方う、ケンちゃん衆議院だけど、僕の夜、参議院でやってる憲法審査会のテーマっていうのは、この、 今までの憲法だと、地震が起きようが、感染症が流行ろうが、本人が出てないと議決できないことになってるわけですよ。これがウクライナの様子見ても、本人がいなくてもオンライン、特に女性が妊娠なさっているとき、うちの三浦秘書みたいに、うん、お産の時期に入っているときに、議決できないのは問題だから、これどうしようかっていう議論をやってるんですよ。ね、いわば9条から遠いところからやってるみたいなもんですけどそうしたらですね、この議論は自由なんで、 自民党の僕の信頼する議員がですね、共産党を名指しでね、共産党に答えてもらいたいと、新委員長が突然、いざとなったら自衛隊に頑張ってもらいますって言ったのは、一体どういうわけだと聞いたら、共産党の人はこれ、上から当然言われてると思うけど、昔から共産党そう言ってますというね、はい、ことを言って、そこまではいいんですよ、そこまではいいけれども、 こ,のこういう話をされるから、やっぱり憲法審査会開くべきじゃないって言ったんですよ、共産党が。そしたら立憲民主党も、そうだ、開くべきじゃないって言ったわけですよ。それで当然僕は発言しようと思って、これ、手を挙げるんじゃなくて、名札を立てるんですけど、名札を立てたら時間切れて、自由民主党の、のこれ、しょうがないけど、上ってその役員の方から、あもう時間がないって言えなかったんですけど、僕はなぜびっくりしたかというとですね。 実は山田賢治や青山茂春が御憲派なんですよ。ねどうしてかというと、憲法をもう一回、今日う、救助の話、ほとんどできなかったけど、96条を見てください、ね、後で、ネットでいいから、96条、そこを見たら、今、賢ちゃんが言ったとおり、まあ、ハードルを高くしてるけど、国会議員の総議員、入院してる人も含めて、総議員の3分の2以上、衆参とも、以上ないと国会から発議できませんって。 書いててあってその後国民投票にかけて過半数を取らないと憲法改正できませんと書いてあって、これは厳しいハードルが高いけど、でも改正してくださいって書いてあるんですよ。それは1900、戦争に負けた翌年の46年に、の11月3日に、交付したっていうのはみんなにこういう憲法になりますと。翌年、1947年の5月3日、だゴールデンウィークに施行した。ね その憲法を作ったときに、それ1940年代で、しかもまだアメリカ軍に占領されているときですから、やがて独立回復するだろう。やがて時代は変わるだろう。当時の人が考えて、変わったら改正してくださいねって書いてあるのが96条なんですよ。だから、憲法を絶対改正しません。世の中がどうなっても、ウクライナ戦争があっても、環境問題が起きても、何があっても、憲法を変えませんって言ってるのは、これ、五権派じゃないですよ。そうでしょ あの全くおっしゃる通りでね。はいあの 改憲派と五憲派の戦いではなくて、改憲派と反改憲派で,で、あの我々改憲派の方が五憲派なんですね。志位委員長が言った、自衛隊は憲法違反なんだけど、活用してもらうということは憲法違反を容認するから、この人たちは五憲って名乗っちゃだめなんですね。で、彼らこそが一番自衛隊明記をしないといけなくてね、活用したいし、憲法違反なんだったら変えないといけないだろうと、むしろ、五憲だと言ってる人は変えなくてもいいやないかっていう議論はあるかもしれないけど、ということをやっぱり我々 強く言っっててかないかなと思っておりますあのこういう現場の話し出すといっぱいあってね、この間、僕と一緒にロシアに入国できなくなった今井絵理子さんって議員がいらっしゃるんですで、これ、さっき言った ODA ・沖縄特別委員会で僕の隣に座ってるんですよね、両方とも理事で。それで、ああ審議聞きながらちっちゃい声でちょっと雑談したのはね、要するに共産党は敗戦後に、さっき言いました、1946年とか47年に日本国憲法できたときに、 当時の共産党のトップだった徳田清一さんという人が、この救助はおかしいと、これでは日本国民がままま守れないと、ちゃんと軍隊持つべきだと、国会で発言してるんですよ。だから、共産党は昔から自衛隊活動、それはそうかもしれませんという話になるんですが、だから言ってることがめちゃくちゃなわけですよ。で、今井議員は、えーって言ってびっくりされてましたけど、あ,ああいうのも多分今井さんのこれからの、 あの人は真面目な人ですから、勉強の成果になると思うんですが、こういうのも日本国民にみんな、みんな共産党の支持者の方にも、共産党員にも知ってほしいわけですよ、どれぐらい自分たちの党がぐらぐら変わってきたか、僕は今日講演のときに言いましたとおり、自由民主党自体が憲法を変えようとしなかったのが最大の問題で、共産党のせいにも、今の立憲民主党のせいにもしないけれども、しかしそれぞれのおかしいところもいいところも全部テーブルの上に出すのが民主,主義でしょう。 それを押し隠すような祭り事がずっと続いているというのが日本の現実で、それは僕らの大きな課題です、自分の都合の悪いことも全部出すということをやらないといけないです、そのときに共産党も自由民主党もないと思います、同じ日本人ですから、はいよろしいですか、はいじゃあ、今までね、あちこちの僕らの国会で、結局、新幹線に間に合わなくなって、新幹線の時間、変えるばっかりやってきたんですよね。 で、今日はそれ、なるべくしないよ、うだけど、この、太市に、全権がありますから。太市君がオッケーっていう以上は、山田賢治も巻き込んでですね。まだ、続けられ、るちょっと後ろの、下の、どうですか。あ、いっぱい手上がって。るはい、太さん。はい。賢ちゃんはもう、祖国に身を捧げてる人だから、大丈夫です。最後でよろしいでしょうか。最後。はい。最後、高森。はい。はなんちゅう、ベタなダジャレを言うのか。 太子に任せるよ五島列島のスターはいお、走れ走れはい彼今ランニング一生懸命やってるんですよはいほんまに一番後ろやどうぞこんにちははいこんにちはと青山さんがあの2期目に挑戦するいうことをあの青山茂春チャンネルで 発表してたと思うんですけども過去に、うん、えとその際に、うん、2>, あの2期目を挑戦するって発表した際の、うん、各総長の反応を教えてほしいんですけどああいい質問だなこれは <laughs> あのー、っていやがあのちょっと言葉悪いかもしれないですけどあと6年やるのかこいつって思ってる。<laughs> おるでしょうし <laughs> あの、6年間やってくれてありがとうっていう方もいらっしゃると思うんで、どっちの反応が多いかちょっと教えてほしいですけど。こういう率直な質問が一番あの僕も期待する質問ですけど、ケ、ま、ン、あ、ちゃんもある程度、山田ケちゃんも知ってるかもしれないけど、実は役者に僕の見方、多いです、はいあの。ちょっと皆さんが想像できないいぐらいに 一番トップの人で僕の味方の象徴もあるし、それからやっぱり若手に味方が多いです。で、そういう人たちは、この青山さんの味方してるのに、一期六年で青山さん辞めてしまうと、自分たちの役人人生が下手すと終わると、いや、実際にですね、これはもうはっきり言うと、外務省と経済産業省それぞれに、青山さんが一期で議員辞めるんだったら、自分は多分もう役人続けられないので、辞めますと。 で選挙に出るわけじゃなくて、その民間に就職しますという人までいました、でそれと同時に、青山の野郎が少なくとも6年やる、少なくともと言ったのは、こいつ、もう1回出てくるんだったら、死ぬまでやるんじゃないかと、ね、それからやお役人ってやっぱりよく情報を集めてるから、あいつは人間ドックで、体内年齢が32歳まで知ってて。 自分たちではるかに若いと。で、大体役所も議員会館も国会議事堂も全部会談を一段飛ばしで上がっていると。それ考えると、次に出てくるってことは、こいつはひょっとしてこれからも結構ずっとやるのかと。それから守る会っていうのが、最初3人だったから、どうでもいいと思ってたら74人になってると。これはもうお役人のやっぱり特徴だと思いますけど、これは敵になったらだめだなと。 これは前から小山さんの理解者だったことにしないとねというのは、もう正直今、ビンビン感じてますよ。さっき言った自由民主党の公認が出てから余計になりました。外務省、経済産業省、そして防衛省、自衛隊。自衛隊もいいことだけじゃないんですよ。特に自衛隊の将軍になってたり、偉くなっている人は、今のままの自衛隊でいいんだと。 救助もできれば変わらないでほしいっていう上がいるんですよ、全員ではないけど、ね、そういう人たちは僕が一気にだめることをものすごい期待してた、でこの間、動画でちょっとやりましたけど、ケンちゃんいたかどうか忘れたけども、その住民主党の安全保障調査会でね、文民の人たちが膨大な資料を持って、日本の防衛の課題はこうですって説明してるのに、えー、制服組が、つまり自衛官が、これ、統合爆料。 倒幕、あるいは陸幕、海幕、空幕っていうんですけど、もう普通の国で言うと軍人ですよね。そこの人たちは資料なしに、口だけでしゃべるわけですよ。それで、自由民主党議員は今、案外おとなしいから、みんな黙って聞いてるから、僕は立ちまして、彼らのところに会議の最中行って、なんだよ、お前らとなんでお前らが資料ないんだということを、だって彼らのために、去年からああいう部会で発言できるようにしてるのに、 そんなのに自分たちだけ資料を出さない。で、それはみんなの目に見えるように言ったけど、その後で、そういう人たちと話したのは、あなた方は自分たちが軍事機密、防衛機密を文書にしたら問題だと思っただろうと。しかし諸君が口頭で言った中く目なんて、防衛機密に値しないと。大したことないのに全部隠そうとして、結局負けるってのは旧軍そっくりだと。旧軍のわちを踏むのか、君らはと。ね、いうことを言いました。そういういに もう目の色でわかるけど、あやっぱり青山さんと信頼してやっていきたいって目の色をする人と、やっぱりこいつはうっとしいなあって、できればし、ああ、死んでくれへんかなあなんか動画によると、あっちこっち戦地行ってるそうやから、ウクライナにいったやないやと、関西弁で考えてるかどうかは知りませんが、これでもね、物書きで、長いこと記者やってましたから、人の目の色でわかります。だからこの間4人のその間人そ 自衛隊の僕、幹部と言わない、士官、幹部なんて変でしょ、ね、自衛隊の士官と話したときに、3人は味方だったけど、1人の目は明らかに、こいつ、配信んだらええのにと、<laughs> だからさっきの質問に答えて言うと、まあ、ちょっと甘いかもしれないけど、少なくとも、その、住民との部会や、あるいは調査官に出てくる幹部人で言うと、守る会、 山田賢治あるいは府渡私の見方の方が今、多数派です、はい、間違いなくそうです。青山先生、ちょっと私もね、法則すると、あの役人はね、やっぱり、うん、政治の姿を見てるんですよね。そうや でだから青山先生とかこういう方々が次も必ず通ってくるなということがあるとやっぱり言うこと聞かないといけないけど選挙が弱いというかこの人偉そうに言ってるけど次来ないなと思うと話の発言の重みが違うんですねこれは役人が議員をなめているということじゃなくてその議員の後ろにさっきからお話がある有権者の支持があると言葉の同じ一人の議員だけど言葉の重みが違うということで青山先生は何回も変わって。 ね、あのトップの数字で上がってくるとこれだけの民意を受けてるんだということになりますからそれをやっぱり役所も見てて役人はあの政治の 方向性とか決定したものをやっぱり実務としてこ,うこなしていくからものすごくイデオロギーが偏ってて何かというよりは政治がどっち向いてやろうとしてるかということですんで青山先生とかこう守る会のような考えがこう主流になってくるとそれに沿った政治をしていかないかなと行政をやっていかなかなというふうになってくるということはあろうかと思うんでぜひ皆さん応援をよろしくお願いいたします <laughs> あの普段のね 普段の部会での山田賢治代議士の発言と同じく、まあ、ケちゃん、あのこう理念をちゃんと持ってる人だけど、こうリアリストでもあるんだよね、それすごく感じますよ。あの東大阪の出身ってことだけど、やっぱ大阪人の良いとこを持っていると思うんですよね。だから今おっしゃったことも、本当その通りで、公開なのに言っていいのかどうか迷いましたが、経済産業省の今までメタンハイドレートで苦労してきた一人の人が、 僕にこの間、電話でおっしゃったのが、青山さん、先生じゃなくて、ちゃんと僕はさんって呼んでくれって言うから、青山さんと、普段はそういう会合のときは、嫌だけど先生ってつけられたりしますけど、電話だと青山さんと言ってですね、ただ当選するだけじゃだめですと、どれぐらい票が出るか、それによって、我が社も変わりますからって言ったんですよ。俺役人でここまで言う人が出てくること自体、すごいけど、 一体それはあ、何百万票を、神谷さん、神尾さんの席を奪ってた、<laughs> あんたどこに立ってんねやと、はいうん、いえいえありがとう、ありがとうございます。まあ、おそらく推定、えー、前回は48万1890票ですから、次回は1000万票ですかね。まあ、今のはもちろんジョークだし、選挙、今、公示になってませんから。 これ、誤解しないでほしいんですけど、選挙対策でやってるんじゃなくて、6年間、皆さんからい費だいて、歳費を返上しますと6年前に言ったら、憲法違反ですって言われて、憲法見たら確かに、憲法に書いたのわざわざ再費って、ちょっとケンちゃんに悪いけど、衆議院議員は僕はいいと思う。参議院議員は本当は15人でいい。ひどいよね、こういうの、現職で言ってるのは。そして、ただ、お金ある人しかできないけど、どうやって自分の、 財産作りましたかっていうのも公開する、そして歳費なし、公設秘書もなし、もちろん新幹線のバスもなんちゃらもなし、なしなしなし、それで誰が立候補するのか、ほとんどしないかもしれないけど、でも本来は衆議院はもう利害の塊で山田検事も含め悪戦苦闘して、やっと法律上げたら参議院の15人がこのあかんわと、こんな国のためにならへんで、ぼーんと蹴る、えらいことになりますが。 でも本当は僕はそうであってほしいと思ったんですが、今、現実には日本国憲法に、まあこれも改正の対象かもしれないけど、歳費を支給するようになってて、話を戻すと、僕も結局6年間、皆さんから歳費、頂いてきたわけです。えー、本当は自分で働いた方がはるかにお金入ります。ね、だから青山チャラ博士はもうブーたれてばっかりいます。はい まあ実際、僕らは生活費っていうよりは、研究費とか海外出張費に使いますから、僕は、あおい、ャラカスに、それ丸投げなんで、自分の銀行口座がどこにあるのかも知らないです。だからチャールちゃんがもし、船が沈んでですね、ちょっとこの話は今ね、知床あるから言わないですけど、チャールちゃんに何かあったら、私は自分の銀行口座も分かんないですだから本当に自分の危機管理はしない、私が危機管理するのは、あなたの危機管理をするんですよ。 ああななたたののすすすするるんんですでその上で言うと役者の人さっきの質問に答えて言うと本当に変わったと思う僕はそもそも電話で青山さんって呼んでね票の出方によって我が社っていうのは自分の役者のことですよ我が社が出方変わるんですよって言うっていうのはまあ僕はいわば自由に話せるように少しはなったかなと。 思います同時にこれは不安の表れだと思いますよ、要するに本来の自民党、ケンちゃんも自民党って言ってるけどね、まあ、自由民主党って長いからね、その中では少なくともちょっと前までは少数派だった、今少数派とは言い切れない、74人の勢力っていうのは、岸田派総裁派っより20人ぐらい多いですからね、これはもろに総理にも言いましたが、ね。 まあ安倍さんにはそのうち守る会を追い越しますからと、100人超えて、それは知らないけど、だから状況変わったけど、もともとは少数派の青山さんについていって、自分は大丈夫なのか、まして健ちゃんが指摘した通り、もともと一気で辞めると言ってて、多分本人が空いてると、それ貫くタイプだから、6年で辞めちゃうのをついていくわけにいかないという迷いが感じられた。 それがあ2期目の党の後任が出てから、明らかな雰囲気は変わりました、変わりましたけど、次の6年だけでだと、また自分たちは放り出されるのかと、はい、いうのも、まあ、感じるんで、えーまあ、僕はいいところで山田検事に譲ってですね、<laughs> 譲られても困るやろうけど、はい、まあ,あ、天がお決めになることと思ってます、今回のことも結局、天がお決めになったことで、 安倍晋三さんのお父さんの安倍晋太郎さんの担当記者を、すごく担当記者の中で僕は若かったですけど、それを短い間だったときに、まあ、例えば安倍さんとこれぐらい激しく議論する相手になるとやっぱり思わなかった、ほぼ,ほぼ同年齢ですから、それも全部、天皇なさる技だと思っています。で、安倍政権について、僕は非常に厳しいことを言ってる、言ってるけど、しかし、例えば、平和安全法制を、 あれだけボロくさに安倍死ねとか、安倍政治がどうのこうの、僕、警察学校に当時、講義に行ってて、見たかって、大阪で言うと、どういう感じかな、見のよりもっと遠いですよね、そういうところにね、交通の便悪いから、自分で車を運転して行ってて、そしたら、通り道のマーケットから、主婦の方が買い物籠、自転車の買い物籠で、買い物籠付きの自転車で出てきて、そこに安倍政治許すなってこう書いてあってですね。 これは本当は、集団的自衛権っていうのは国連憲章に明記されてて、日本が国連に入ってんのに、自分だけやらないというめちゃくちゃな話で、それを極めて限定的にして、僕の実はアメリカ軍の友達はむしろ怒ったんですよ。こんな限定する、日本の存立基盤、危機になったときとか、自分のことばっかりじゃないかと、集団的自衛権っていうのは仲間同士に助け合おうって意味なのに、それが日本人わからないのかと。 なんで俺がこんなに怒られるなってくぐらい、ワシントン DC でですね国防総省の中で取り囲まれるように怒られたんですよ。しかし、それでもあれがあって、どれだけ前進したかですよ。安倍さん、桜を見る会は僕は問題だと思うし、問題だと思ってですよ。盛りかけは冤罪です。しかし、桜を見る会は問題だと思う。それでも安倍政権の残したものっていうのは、本当に大きなものがあって。 党の中のいや活路を切り開いたのは本当だと思います、この間、安倍晋三議員事議職を求めるので、おめえ賛成しろってなんか突然来なかった、で答え言わなかったらどうのこうのみたいなこと書いてありましたけど、まあ、いくらでもおっしゃってください、しかし、日そのお別れする前に、やっぱり皆さんに感じてほしいのは、日本はじりじり前に進んでる、さっき憲法改正も全然できないとおっしゃったけど、でもじりじり進んでることは間違いがない。 それから過去の祭りごと祭りごとってなんで僕は強調するかというと、西洋の政治と違うんですよ。日本はもともと祈りなんです。陛下が祈ってくださるように。お祭りやるでしょ、この西の宮でも祭り有名じゃないですか。そのお祭り、祭りごとと政治は同じなんですよ、日本においては。海外は違いますよ。でもそれが日本の特徴なんですよね。その祭りごとって祈りの政治ですから。 暴力を持って無理に進める、多数を持ってぐいぐい進めるっていうのと違うから、祈りながら進めるってことは同時にじりじり進むっていうことであり、今日共産党の話もしましたが、共産党だから日教祖だから切り離すことはしない。だから守る会も来る者は拒まず、去る者は追わず、追わないと誰も去らない。それが本来の日本のやり方です。日本は少なくともようやく敗戦後77年目に入って、前に、 少ししずつ出ようととてていることは信じていただきたいですだから7月10日の参議院選挙はその、例えば誰に入れろって話はもちろんするんじゃなくて、とにかく年々投票率が落ちるってことを報告しないといけないです、ね。自分たちがあくまで参加して、すみません、これ一瞬あの、外国の言葉で言いますけど、英語で言うとエンゲージメント、ね、フランス語、僕知らないけど。 えなんだっけ、英語でいうとエンゲージメントですけど、要するに参加する、関わる、自ら関わる、これを忘れたら、日本が日本でなくなります、中国もロシアも北朝鮮も関わることできないんですから、アジアの中の民主主義のリーダーは日本だけです、どうしてそう言えるのか、祈られるご存在である、人のためにだけ祈ってくださる天皇陛下と、そしてそのもとにある万民が自ら動かしていこうとする。 今日仁徳天皇の民のかまどの話、あえてもうしませんでした、もう散々してるから、分かんない人は僕の動画を見てください。でも、その部分書いた日本書紀の最後に、何て書いてありますか。仁徳天皇が何年間も税金取られずにいらっしゃって、我慢されて、でも結局、税金元に戻された。戻された後なのに、税金取られるようになったのに、日本の民衆は、誰に命じ,る命じられたわけでもなく、誰に言われたわけでもなく、自然に集まって、自分たちで土を集め、 泥に練っていって、宮殿の塀から修理し始めた、ね、これ、日本書紀の中で最も光り輝く部分ですよだそれを。それが日本の民の力であり、天皇陛下と私たちの一番良い関係だということを、眞子なしの殿下の問題があり、いろいろあっても、天皇陛下の根本のご存在は揺らいでない、だから守る会もそれを、 未来、英語を守っていって子供たちを渡そうとしてる、何を言ってるか分かりますか、日本は世界の国家の中で例外的に中心があるんですこんな国はなかなかないです。ね、フランスはフランス革命という中心を持っている、1789年のバスティー韓国の襲撃、でもあのとき殺し合いをしたんですよ、ね。アメリカは独立戦争が中心です。でもそれも殺し合いでした。日本のように万民のために祈られるご存在が国の中心とは日本だけなんですよ。 だから中国の独裁主義、共産党だけが売ればいい、中国共産党だけ売ればいいって世界と、ちょうど違う姿を見せる、そして国力がある、人口も減ったて多い、技術力は実は中国が盗まなきゃいけないぐらい高い、半導体だけが技術のすべてじゃない、それを考えたら、私たちの良いところを見て、その前にまず、7月10日の参議院選挙に行って、山田健二とは書かないように。書いた <laughs> 総選挙は、岸田総理はおそらく24年の総裁選までやらないつもりに見えるけど、僕は岸田さんと自分でも意外なぐらいたくさん議論して思うのは、岸田さんが最初に総選挙を踏み切ったようにね、みんなの想像を超えるところがありますよ、岸田文雄という人は、やっぱり本人のイメージとしては、安倍さんにいじめられ、二階さんにいじめられ。 意外に、要するに、観覧信仰を経てきたって意識をお持ちの人です。だから、自分で判断しようと思ったら、明日の朝解散するかもしれない、衆議院を解散する、ね、それと山田賢治は直ちにクビですから、だから今日はまたまたま参議院選挙は近いタイミングではあるけれども、それは僕は1期6年の報告をするから、自然にそうなるだけであって、山田賢治んのことを、本当に守る会の大事な大事なメンバーなので、 よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。いますはい。いやそんなあ私あの55でございます。あのこういやあの自分ではおっさんのつもりなんですけれどもあのこ,この世界ではまだ若いと言われてますけど。これ、ね、やっぱり政治家は若いよね。<laughs> ああ全体になんでやろう。う いや今日はあの青山先生の,ねあの応援をせないかんとかと思ってたのに私のことまで言っていただきましてありがとうございます、本当に僕の応援なんかせんでええよ、そんなもう、はい、といじゃあ、太君、もう限界ですか、はいはい、はい、太君、ああ神尾さんが聞きたい、はい、はい、はいどうぞ。い聞いたいんじゃなくて言いたい言いたいのはい いや青山し茂春って日本のマスコミから無視されてますよ。はい。いないことになっていないことになってますん。それで選挙ですよ。うん。<laughs> 1000万票 <laughs> 皆さん頑張ってくださいね。あ,あお願いします。<laughs> いやもうこれ<生>あのね太としあのヤバかったら止めてほしいんだけどこの間ね NHK の記者が来て。 青山さんはもともと選挙取材のプロでもあるから、自分の得票をどう読んでるんですかと聞かれたんで、僕はありのままに、これ、本当ありのままにま、一番少ないと5万票だと、落選ですと。これはジョークじゃないんですよ。これ、政治記者のときに選挙のことを随分取材してますから、悪いパターンですよ。つまり池田官雄さんがおっしゃったとおり、6年間テレビゼロ、ほぼゼロですよね。だから忘れられるのに十分でしょ。 でしかも全会50万票ぐらい出てるから、何の組織もなく、だからみんな安心するでしょ、こういうのってね、基本的に落ちるパターンなんですよ、それで NHK の記者が、それにしても5万票ってことないでしょうって言われたから、僕は、これ、議員会館に記者が来たんで、ちょっと外を見てくれますかって、この外に、例えば自由民主党本部とか議事堂が見えるんですけど、ここに5万人集まったら、ものすごい数でしょ。 今日何人ですか、今日六百人ぐらいでしょう。五万人って言ったら、ものすごい数ですよ。それが宣伝せずに、組織の支援なくて。五万票も出るだけで、僕は本当はすごいと思う。だから。五万票でも、ちょっと僭越かなと思うんだけど。一番少ないと、それぐらいで、これも確実に落選です。あんさん、もっと危ないのあるよ。うんうん、応援してる人が大丈夫やと思うな、ね。そうですね、その通りです。それが一番危ないんです。 私たちが大丈夫だと思っちゃうわけです、うん、それが強い人が負けるパターンなんですその通りだと思います皆さんも拝みます <laughs> お願いしますこの西宮でねなんちゃら天神だっけあの走って一番乗りするやつあるじゃないですかなんだっけ<え><れ>エベスさんの福男エベスさん僕はあれにずっと出ようとしてるんですよ <laughs> なんか邪魔されるんだけど あれスタートのときの位置にもよるけど、1位になる自信はあるんだけどね、<laughs> でもそれ、選挙と関係なくて、まあ、池田神代さんがまあ本当に危機感で心配なさって言ってくれたんだと思いますけど、まあ、あのもう一回言いますが、あ 10, 年10年間の政治記者の経験じゃなくて、地方時代から選挙の取材をするんですよ。だから18年9ヶ月 まあ自分で言うとあれですが、徳兼記者として言うと、これ、落ちるパターンですよね。で、僕だったらもう予定校を書きますね、えー、こういう理由で落ちましたと。でもそれも天命だと思うんで、前回と違うことはしません。はい、申し訳ないけど、しないです。相変わらず、有税のみで、有税したら自分の名前、基本的に言わないです。 あのご本人がこういう方ですから、ぜひ支援者の皆さん方が、ぜひあの応援をしてやって、支援を広めてあげてください、もう頑固な方ですから、もうずっとこのスタイルを変えられないんで、ですね、はい、本当はもう皆さん、よろしくって言わないかんところですけれども、あのこういうあの信念を持っていらっしゃるんであの、支援者の皆さんでどうかあの青山先生、力強く押し出していていただければと思います。よろししくお願いしますなななんんんでこんなこと言わなあかんねんや 今日の人が全員入れてくれても600票だから、落選です。まあ、あの、フィリピンの大統領選挙でおっしゃったとおり、SNS の時代なんで、この600人が本当は600万人に化けるような世界なんですよね。もう、もう終わったので、話やめろと。<laughs> はい。今、肩たたきがありましたので、じゃあ、あの、しばらくなんかこの界隈でやるんですよね。 兵庫県のさっき僕は冒頭に兵庫県とのかあの絡み言いましたけど、火災市と姫路市。だから関西の神戸市がないけど、まあ西宮はすしませんが神戸の一,一部って言っちゃいけない神戸のお友達で、だから来れる人は火災市や姫路市に来てください。あとなんかどっか新潟とか、はい？来週の日曜日が姫路市です。で、二十二日が新潟に参ります。で、火災市は六月四。 四日か,かな、はい、4日の土曜日ですね、はい、あとまだ詳細アップしてないけど堺でもやるし、まあ、あの東京に来れる人は湯楽町でありますし、はいえー、西宮では一旦お別れしても、えー、またお会いできると思います、はい、今日は山田健次代議士どうもありがとうございました,た,ましたありがとうございました なんか僕ずっと上着脱いでてあの脱いでて悪かったけど皆さんありがとうございましたありがとうございますありがとうありがとうございますはいこれをもちまして参議院議員全国比例青山茂春の僕らの国会は終了となりますあ,<の>ありがとうございます女子は何にしてもいいんですよあ全然気につけてへんはいはい、はい、ありがとうございますありがとうございます有本さんはい今日ありがとうございました これどうやってこれやんの？あ、妹さん。はいはいはい、一個こで見ようじゃん。結ね、シャツしの今。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。二部嬉しい。なんちゅう人や。はい。あ、お着物よく似合ってる。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。りがね。女子何してもいしはい、マツモちゃん二冊ありがとうございました。ありがとう頑張ってください。ありがとうございます。 はい、免許証は募集します。はい。すまはい、ありがとうございます。はい。<laughs> い<や>はい、取ります。はい。はい。ありがとうございます。ありありがとうございます。